とうございます。ずいぶんと暑い日が続きまして、もう本当に歴史的な暑さなんだそうでございますが、この暑い中よくお越しをいただきました。さてこの度は20周年ということで、ありがたいことでこの NGK に会場を移しましてからももう15年目になりまして、今日もお客様は満員になりまして、鈴なりの状態で誠にありがたいことだと、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいで、どう申し上げればよいのか、非常に言葉を選んでいるようなところでございますが、熱く熱く御礼を申し上げる次第でございます。さてさて、まあなんですね、人間というのはおかしな生き物でございます。小さい自分が帰らしてよろしいますが、年いたらまた年いたなりの面白さが出るんですが、三つ四つの子供ちな帰らしもんでね、家に電話かかるとすぐに出たがる頃があって、わちわちとか言いますな。私この間あるおうちに電話しますと、ちょうどそれぐらいのお子さんが出まして、わちわちってこう言いますから、こっちは気ぃつこてね、お母さんいるってこう言うと、いりませんガチャ言われます。3分ほど固まってしまったのでございます。これがまた80を超えますとまた面白くなりまして、この間デパートでエスカレーターシャーッと上がってますと、知らんばあさんが私の腰をベーッとこう掴むんで、何すんねんと思ったら、ベルトにおつかまりくださいって言うの。上まで上がる間ばあさん引きずれたままで上がるわけ、おばあさんはおばあさんで、なんでこんなんして上がんねやろ、知らん。まあそういう考え方があってもええわけでございますから、決して間違いではないわけでございます。では上まで上がるというようなことでございますが、この面白い子供とお年寄り、これが一緒によると余計に面白くなると、こういうことでございます。実は私は小学校2年生の時にうちにおりましたばあさん、祖母でございますが、このばあさんの前でとんでもないことを言うたことがあります。おばあちゃんいつ死ぬんと。ばあさんは怒りましたな。ものすごい怒り方でした。そらお前一人の考えか。小学校2年生の子供にその意味は分かりませんよ、それはね。何のことを言うてんのかさっぱり分からんのですが、そらお前一人の考えかとこう言うんで、いや近所のおじいちゃんやおばあちゃんが順番に亡くなっていってね、でお葬式行くと何かもらえたりなんかして、おやつがもらえるわけですよ。ですからお年寄りを見ると食欲が湧いたりなんかするわけです。そういう時代があってね、これは劉少将のネタですけどね、まあ都内のらしいんですけど、まあ、そういうふうにどん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 この子供心に心配なもんですから、おばあちゃんいつ死ぬんってこう聞いたわけですよ。そうすると、それはお前一人の考えかとこういうことになって、なんだかわからない。そうこうするうちに母親が帰ってまいりまして、えらい分かりましたな、なんてことを聞くね、年寄りにそんなこと聞いてくれついて、ほんまにもう会おうちゃうかって言うてですね、もう火がついたように私、泣いてるのにうわーっと怒って、ずるずるずるっと廊下の端までこう引っ張っていってですな、小さい声でいつや言うてた。私はそれから大人が信じられなくなった。それでまあ落語家になったようなことでございますけど、まあそういうふうな年齢にこの私どもの両親がだんだん近づいてまいりましたな。まあだいぶ年でございますからね、もう大変でね、実家へ電話しまして、親父が電話に出ました時はもう最後でございますな。トロロッとなると親父が「うい」「あお父ちゃん」「うい」「あパクパク」「ああ僕お母さん中国人から電話」何を言うてねえなお父ちゃん、僕や僕や僕や、大黒が出てまいりまして、マシマシってこう言いますから、あお母ちゃん僕やで、はあ切れてるって、切れてない。なんでそんなこと言うのかなと思って、この間実家へ帰って調べて分かりました。今までの電話はコードがついておりましたですが、あの呼気にしましてから、どっちが上や下や分からんよ。ほんでいつも反対側耳に当てて切れてるとこういうわけですが、あれからうちでは口の方には空地ってこう書いてこうやってるわけですね。でまあどうにかこうにかやれてる。その両親でございますから、その実家へ帰りました時にね、大晦日でございましたんですけどね、びっくりいたしましたですよ。お父ちゃんお父ちゃん、来年はいくつになる、来年はいくつになんねん、数えで88やな、あそう万で81やな。どんな計算してんねん、ほんまはいくつや、いやもうなんぼでもええねや、
これぐらいの年になったら、生きてて面白いこともなんともあらへんので、いっそもう首吊って死んだろうかと思ってんねん。言の悪いこと言いないな、何を言うてんねんなと、こう息子としてはいさめようといたしましたところが、その時に母親がどう言うたと思います？はっ、首吊る力もないくせに。それを言われた父親が普通怒りましたろ。それ聞いて、はははは、私はこの時に、ああ私が入る余地はないと。要は夫婦というのはそこまで行くとですね、ほとんどもう出来上がった状態ですね。両方でボケ合ってこんな幸せなことはございませんですよ。そんな両親でございますけれども、落語の方に出てまいります夫婦というのもそういう部分があるようで、植木屋さん、植木屋さん、あんたもう仕事終わったんかいの？ちょっと今や一段落というところでございますんで、これはまた明日やらせていただくということで。いやいや、そのことを言うてんじゃないね、実はちょっとな、こっちの方こういっぱいやりたいと思うねんが、あんたこのお相手してもらわれんかいなと思って。え、私がでございますか？よしていただきます、ありがとうございます。私でよろしゅうございますか？あんただいぶいける。いや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 、もう私はもうあんまり、飲めん方でございまして、一升瓶ドーンと置いといて飲め言われたら、おしこに一杯か2杯残すぐらいでございます。だいぶいける口やな。いやいや、夏場な、体が褒めてどうもならんどねな。で、柳陰というのをな、冷やしてやってんねんけど、あんた柳陰行くかい？柳陰どうぞ。柳陰ちゅうたら、昔はお大名しか飲まなんだもんでございますよ。大名酒と言うたんでございます。いや、それでな、もう体が褒めくのでな、まあ柳陰を井戸で冷やしてやっておりますんで、これやりなさい。いやいや、いや井戸で、はら、まあ立派なお井戸がおばっさかいにな。お井戸って結構なとこに大つけなはんな。いやいや、井戸がございますんで、こういうふうに冷えるんでございます。我々はもう皆でつことる長屋の井戸ではなかなか冷えんのでございますが、汗をかいているところなんざよう冷えとるんでございましょう。頂戴いたすんでございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。頂戴いたします。どんどん今まで出ておりました汗がビューッとこうへっこんでいくような、そういう思いでございます。どうもありがとうございます。いやいや、なかなか飲みっぷりもよろしいやないかいな。それちょっとみりんが入ってますね。はあ、そのようでございますな。で、あんた鯉の洗い食べてか？鯉の洗い、旦さん、こんなものは昔はお大名しか食べなんだもんでございます。そんなことあれへん、そこにあるさかやりな。へえ、これでございますか？鯉の洗い、だいぶこれ傷んでおりますな。そんなことはね、魚屋が今日持ってきまして、いやー、だいぶ傷んでますわ。傷んでますか？もう傷んでるさかい、頭氷枕当ててこれ。なかなか面白いことを言うしてる。いや、違いますな。それは、こういうの洗いやさかい、そうして、氷で冷やしてますね。これこうするもんでございますか？いや、分かってて何を面白いこと言うてな。頂戴いたすのでございます。どうもありがとうございます。これでございますか？結構なもんでございますな。お身がよう締まってございます。結構でございます。それな、そのまま食べんと、そこにあのわさびがありましたかいな。それを、いやいや、酢味噌でやる人あるけど、私そのわさび醤油でやるのはすげえ、わさびでやんな。わさびってどれでございます？その緑色、これがわさびでございますか？私モンサやと思っておりますんですよ。だいぶ面白いしてやな。それやな、あのな、あとわさび知ってなさるやろ。それあの、俺八百屋さんの表行くと、これぐらいの親指ぐらいの大きさでパラッとこう、あれ、それをこう吸ったん、あれわさびでございますか？私あんな小さいソテツどないすんやろと思ってましたから。植木屋さんだけに見立てがなかなか面白いな。ソテツやなんてなかなか面白い。そう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 、それやんない、そうでっかいな。ありがとうございます。なんちゅう顔をしてなんねん。そのまま口に入れてどないすんやんな。だいぶ面白い人やな、この人。これだ、さ、わたいわさび口に合いまへんわ。これは飲まなしゃない。飲みたいんやないかいな。もっと飲みなれ。これか、どうもありがとうございます。頂戴いたすんでございます。どうもありがとうございます。おいしゅうございます。でやな、あんた青菜食べてか？青菜、
青菜って昔はお大名しか食べなんだ。誰でも食べるな。何を言うてんのやね。ちょっと待ちな、あれや。奥や、奥や。はい、旦那さん。おお、今な、ちょっと面白い植木屋さんでな、わしのな、酒の相手をしてくれてなさる。うん、あの、青菜が食べたいとこないおっしゃるんで、加藤に絞ってな、ごまでもかけて持ってきてやっておくれ。はぁ、承知いたしました。今のは奥様でございますか。えらいもんでございますな。三つ指をついている女性というのは私生まれて初めて見たようなんでございます。うちの嫁はんはいつもボーッと立ったままでございます。私が物言うときはいつも見上げながら物を言うときでございます。三つ指をついたえらいもんでございますな。はあ、もうこんなこと言うのなんでございますけど、この間も私、家帰りましたら嫁はんが玄関の方向けてケツを着物めくってるやございませんか。何かいなと思いまして、私はそういう合図かなと思ったようなことでございます。何を言わんとしてんの。いや、なんじゃろなと思ってましたら、こうやくおお、お尻に電ボができたんは張り替えてんね。あんたちょっと張り替えてて、こんなこと言うんでございます。なんちゅう嫁はんや。お前な、いろんな亭主がおるやろけど、こんな公約をケツに貼ってくれるこんなありがたい亭主はないぞ。お前ありがたいと思えちゅったら、ケツくらえてこんなこと言うんでございます。現に目の前黒てるんでございますから、こんな辛いもんはございませんのでございますよ。おお、奥さん、いや、失礼いたしました。あの旦那さん、おどうしたんや。あの鞍馬より牛若丸がいでまして、その名も九郎宝雁。え、あ、そう、うん、な、まあ義経、義経旦那さん、私そろそろこれで失礼させていただきます。何が。いや、なんや、お客さんがお越しになられたようで。いや、来てないの。いやいや、鞍馬山から牛さんがわかめ噛んで出てきたとか。今面白い聞き方しなさんな。違うがな。いやいや、これは恥ずかしいことが聞こえてしまいました。いや、実はな、青菜を持っておいなあれと言うたところがな、それを食べてしもうてのうなったんでな。それでまあ恥ずかしいもんやさかい、鞍馬より牛若丸がいでまして、その名も九郎宝雁って。長のうなった、狂うてしもうたって、こないうさがわしが「義経、義経」とこう言うたようなこっちゃ。へえ、ないもんの。お宅はそういう暗号でやり取りをこうなさって、何かスパイ活動、そんなことするんだろ。何を言うてんねんな。いやいや、うちの家内がちょっとまあな、いや、しつけがええところへな、まあまあちょっと教養が行き届いてる。そうでっしゃろ、しつけがうまいとこへね、懲役が行き届いてる。何を言うてんの。何面白い間違い方してはね。ほな、私これくらいにさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。また明日早う許していただくんでございます。どうもありがとうございました。いやー、しかしまあ偉いもんやない。まああんなことを言える奥さんがいてんねやな。鞍馬より牛若丸がいでまして、その名も九郎宝雁。それ聞いて「義経、義経」やて「よしよし」って言うたはずやろな。はあ、偉いもんやな。うちのかかやったらどない言うやろやろな。うちのかかに、それやらしてみたろか。お、面白いな。おい、今帰ったで。忘れもんか。いや、忘れもんちゃう。忘れもんちゃう、今帰ってきたん。なんやな、もう帰ってきたん。もう帰ってきたって、お前。仕事終わったら帰ってくるやな。何ちゅう挨拶してんね。今日仕事させてもらってる旦さんのところへな、柳陰を呼ばれて。柳陰、なん慣れてないもん、あんたピーピーになるで。なんや、そのピーピーで。お尻村祭りになったらどないすんねんな。そんなことなって、何を言って。あんなこと言うてんねん、荒いが。で、お前、恋の荒いも呼ばれてん。恋の荒い。そんなもん、あんた食べたらあんた口腫れるで、あんた。大丈夫かいな。いや、もうなんてあれやな。お前な、ほんでな、青菜食べなはるかってこない、いいなるさか。青菜いただきますってこない言うたときね、奥さんが出てきて、どないしなはると、もう、ポンポンと手叩いたら奥さんシュッと出てきて、水指つくへんで。手叩いたら出てくるの。天王寺の神から出てくるの。何違うがな。な、こう出てきて三つ指をつくねん。お前らバーッとそこへいつも立ったままもの言うやろうな。ほんでな、旦さんご用事でございますかって来ないで。いや、今な、この植木屋さんがな、青菜を食べたいとこない言うてあるんで、加藤に絞ってごまでもかけて持ってきてやってよ。これでこないでシュッと奥へ入って、しばらくしたら出てきて、お前な、聞くで、あのな、もしもやな、そのお前、青菜食べてしもてないときお前、どない言う。くだ。お前、色気ないなぁ。せやないがな、食べてしもて今ない言うときはどない言うねんな。ないもんはない。ないもん。そのまんまやな、お前は。
お前みたいにまっすぐなやつないでよお前、せやない向こうはな、鞍馬より牛若丸がいでまして、その名も九郎宝岩と。義経義経って旦さんがこない言いはんねんで、わかるか。何それ、油虫が出てきた時のまじないか。そんなまじないするか。何面白いこと言うてんねん。あのな、もうちょっとしたらな、滝が風呂を誘いに来るさかい、その時やって遊ぼうな。鞍馬より牛若丸がいでまして、その名も九郎宝岩、その名を食うてしもたと、こういうわけや。それを聞いて旦さんが義経義経ってこないねん。わしが旦那の役やるさかい。おお来た来た、あ滝が来た、おおおお、はやろはやろ。やんの。いやいや、奥の前入れ、奥の前。奥の間ってあんた、うちは養生庵一間しかあれへん。そんなこと言わんと付き合えよ、お前。夫婦の相手やないかい。遊ばな、お前。金のかかな遊びせなしゃあないやろ、おい。おそうそうそう、お城の奥に入っとけ。ほんまかいな、もう。いやいや、わ、もう。はよ、呼んでよ。夜さか、閉めとけ、閉めとけ。ほんまにもう、この暑苦しいのに、ほんまにもう。おい、暑かったな。風呂行こうか。おお、植木屋さん、植木屋さん。だいぶ暑さでおかしなっとんな。どないせん。なあ、植木屋さん。植木屋お前やで。俺は大工やないやん。どないせん。あんたもう仕事はしもうたんか。お、仕事はどだか来てんねや。何を言うてんねん。夏場の間は体が褒めてどもならんので、柳陰を冷やしてやってねやが、いっぱいどうや。おお、柳陰陰。ほら、立派なもんやってんねんな。ほら、呼ばれよ、呼ばれよ。ええー、ほら、結構なこっちゃ。ほら、呼ばれるぜ。ああ、そうか。うん、まあ、飲んで。おお、そうかいな。えらいすまんな。やらんかね。結構なもんや、お前な。これ、お前、焼酎やないか、お前。いつもと一緒やないかい。ああ、そうか。ああ、そうかい。あれやな。何を言うてんねん。なあ、植木屋さん。植木屋、お前や言うてるやないか。なんやねんな。あんた、鯉の洗い食べてか。鯉の洗い。結構なもんやってんねんな。おお、えらいもんやな。洗いになると、しゃもじですくうんかい。面白いな。どんなもんじゃいな。呼ばれる、呼ばれる。これが鯉の洗いか。これお前、おからやないかよ、お前。鯉のお前、こうのなんか、そういうもんかいなと思ったけど、おからやがな。それっていつも食べてるおからでええねや。お崎さんが炊いてんの。うまいこと炊いてんな、お前。結構、結構、結構、結構。これとお前、焼酎と合うねやがな。なあ、植木屋さん。植木屋、お前、言うてるやないかい。あんた、青菜食べてか。青菜わし嫌いや。なあ。いや、あんたが青菜食べんな、困んにゃがな。何を言うてんねん、わしはな、青菜な、親の遺言で食べで、言われてる。そんな、食べたないねん。俺はこのおからあったら、進んだこと言わんと、あんたが青菜食べてくれんとな、犠牲者が一人出ることになる。何を言うてんねん。そうか。何ぞの間違いでもすんねんな。よしよしよ、食べる食べる、青菜食べる。食べてくれるか。ちょっと待ってな。おー、食いや。奥や、はーい、ダンさん。おお、びっくりした。なんじゃ、お崎さんがお前、押し入れから飛び出してきたやないかい。汗ブル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 かいて、どんなしたんや、お前。こんなお前、こう、こうお前、ガマの油みたいな格好しとんの、お前。どんなしたんや、こんなお前、手ついてるお崎さん、初めて見た。なんでございますか。あのな、実は植木屋さんがな。植木屋、お前や、言うてるねん。いやいや、違うねん、ちょっと今だけや。植木屋さんがどうしても青菜を食べたいとこないやる。別に食べたいことないねん。いや、食べたいと言い張るんで、加藤に絞ってごまでもかけて持ってきてやっておくれ。はい、承知いたしました。おい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 、尾崎さん、またお前押し入れ入っていたで。おいおいおい、えらい汗かいて、また出てきた出てきた出てきた。血管浮いてる、なんか言うてる言うてる、聞いたり聞いたり、なんか言うてるで。あの旦さん、おどないしたんや。鞍馬より牛若丸が入れまして、その名も九郎宝岩義経義経。義経まで言うてもたんかい。弁慶。ありがとうございまして。
もう一席のところお付き合いをいただこうというわけで、出てまいりましたですけれども、まあ何でしょうかね、年のせいなんでしょうかね、こうね散歩をしてましてもね、なんかつまずいたりなんかしてね、何にもないのにつまずいたりなんかするんですよ。足が上がってなかったりね、それからこうね口座からふっと立ち上がる時にね中指を脱臼したり、あれそんなに面白いですか？なんかね、年齢なんでしょうね、そういうそういうね、ことがありますよね、本当にね、それとその何でしょうね、記憶なんていうのもね、ふっとこう忘れたりなんかするっすな。テレビなんか見てましても、この方お名前何だったかななんてね、顔はよく存じ上げてるんですけど名前が出てこないですね。で思わず家内に、ねえ母ちゃん、この人、この方ねお名前何だったかな、あいやこの方お名前何だった、あの人よ、えあの人よ、あの人か、そうかあの人か、我が家はあの人ばかりになってます。そんな話を近所のご主人にしましたら、いやーそりゃ認知症の始まりかも分かりませんからね、今からいいサプリメントやった方がいいですよ。そんなの聞くんですか、いいのがありますよ、なんていう薬ですか、何だったかな、もう忘れてんですね。みんなで忘れれば怖くないんですよ。でこの私だけだと思ったらそうじゃないんですね。と言いますのはもうね、こうねテレビで同世代の人でねふっとこう忘れてなんかなさる方がいらっしゃるとね、なんてね、仲間だななんていうふうに思うようになりましたよ。あれ去年の暮れでございましたですかな、矢沢の永ちゃんがね「紅白歌合戦」に初めて出ましてね、時間よ止まれって歌ったんですな。60歳になってますからね、時間よ止まれって言いながら歌詞を忘れたんですね。でテロップ今まで出てたのが消えましてね、でその時に、あの A ちゃんは、まあ同世代ですからね、嬉しかったですね、仲間なんだなって思いましたしな。だからまあ大体そうなんですね。我々のちょっと、まあ私なんかと世代ちょっと上かな、あの吉田拓郎さんなんかももう来てますね。来てるんですよ、いい感じですよ。彼の新しいアルバムを聞いて驚きました。頑張らなくていいでしょう。その中でね「吹きの歌」っていうのがあるんですね。僕は吹きが好きです、葉っぱのところも好きです、茎のところだけでなく葉っぱのところも好きです、毎日食べてもいいです、それぐらい好きです、タケノコも好きです、柔らかいところだけでなくて硬いところも好きです、どうでもいいじゃないですか。アルバムに入れるような歌です。嬉しいですね、そんな曲を入れてくれてるんですよ。でね彼の歌はねそういう感じなんですね、割とね自然体というかね、その作詞能力に欠けるというかね。麦わら帽子夏休み、見たままでしょ。何それっていう感じですよ。で中島みゆきさんなんかに書いてもらった詩なんていうのはガチッとしてるんですけど、もう本人が作った歌は非常にこのね、楽な感じがしていいんですよ。でカレンの曲の中で大ヒットした「人間なんて」っていうのがあります。これは素晴らしくヒットしましたね。人間なんてって大きなテーマですからね。人間なんてなんだろうと思ってると、ダダラララララ。だだけで終わりですよ。
でもこれがヒットしたのは理由がございまして、ラララのところへ聞く側、我々オーディエンスの側がですね、ああ人間なんて素晴らしいとか人間なんて大変だというのをそれぞれ思いをその中へ入れられるようになっている、イメージする楽しさ、これがシンプルイズベストですね。流行ったんですよ。でもね、いいですね、いくつになっても歌えるじゃないですかね。え、歌詞を忘れなくていい、忘れたって何ともないですよ、ラララでいいんですから。さだまさしさんの歌も来てますね。この間養老院にちょっと慰問に行きましたら、さだまさしさんの歌のようなおじいさんばっかりでした。おあー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 ね、えルーツは由紀さおりさんの夜明けのスキャットでね、ルー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 ラー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 、ルーとラーだけですわ。よろしいなこれね。何がええというとね、歌詞を覚えなくていいじゃないですか。今も言うように忘れる心配もないねえ。ですからね、私も考えましたよ、これからの落語はルーとラーだけでやろうねえ。ルルルルルラララララルルルルル、するとお客様が今あのようやっているんだなと、ルとラのところへそれぞれの言葉を入れていただいて想像を膨らましていただいて、あはははこれが一番楽しいですね。お私はいくつになってもやれますな、あこからここまで歩いてくる体力があれば、ね、でここへ座ってルルルルルラララララすると皆さんもあその頃皆さんもジョ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 ね、私の方はもう紙をむつして ねガサゴソガサゴソ座る時にマジックテープがビリビリかながいい、もうそんな時代がそこまで来てるんですから、だから年齢のせいもございますけどね、よく忘れたりね、そういうことがあるんですよね。落語はもうそういうことの宝庫でございますからな。あの方電車の中で見たことある人やね、こっち見てニコニコ笑ってんね、どうこんにちは、どうお出かけ、お出かけのようやね、具合悪いね、名前がね出てこんがな、いつもお目にかかってんだよね、どうこっち見て歩いてきた、歩いてきた、あいや、どうこんにちは、いいお天気ね、お出かけですか、あどうですか、つかんことをお伺いしますが、お名前何でしたかね。お前の親じゃ。極端に面白いですな。つまりこれはまだ一人ですけどね、これが二人になるとあもう大変でございますよね。あかんよ。何が何がやないが。あかんて、何が何がやないやな。あかんよ。見事喧嘩したら。見事喧嘩なんかしてないよ。してたよ、してないって、してたよ、今カカ出ていけとか言って言うつだよ、ああしてないしてない、女と喧嘩なんかしてないよ、してないよ、ああ俺はヤモメやもん、あヤモメでもカカ出ていけと、いやいや違うがな、それはな、あれよ、あれが入ってきて、あれがあれが、何があれよ、あれあれどれどれ、いやいやだからあのほれあのあれよ、あのね、この町内うろうろしてる、えネズミ、ネズミなんか入ってけへんよ、もっとあの大きなゾウ、ゾウが入ってくるか、違うがな、ほれあの耳があって尻尾があって、ほれそれそうそうそう、あのほれあのワンっていう、あー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 あああうまなんでやねん犬に決まってるわな、で、それがな、入ってきてね、それが赤犬で、その掃除したところで汚していたんで、赤出ていけってこう言うたんよ。え赤出ていけって言うたの、お前はカカ出ていけと聞き間違ったんや。あ赤出ていけっていうのをカカ出ていけっていうのを俺が聞き間違ったんや。何それ汚していったの、そうよ。こう掃除したてやのにそこへバフンしていったのよ。バフンは鹿でしょ二人ともがこれバカという話なんですけどね、
まあそんなことはもうね、思い出してなかなか思い出せんちなことはございますな。皆さんもそういうことはあるかも分かりません。会社から帰ってきて、そう今日は早く帰ってなんかせないかんと思って会社やな、何しようと思ったな、何しようと思ったな、なんか忘れて思ったな、んかせないかんと思って会社やな、ここまで出てんだけど、まあエヴァ風呂でも入るかな、風呂入りながら考えましょう、お風呂へ入りましょう、何やったかな、なんかせないかんと思って帰ってきたよ、ここまで出てんな、気持ち悪い、なんか思い出せんな、もうええわ、ご飯でも食べようかな、ご飯食べながら、何やったかな、なんかせないかんと思って帰ってきた、気になるな、悔しい、出てこん、もうや、今日はもう寝よ、せや、今日は早帰って寝よう思ってたや。まあ、こういう非常にもうバカバカしいと言いますか、愚かと言いますかね、そういうね、人間がこれまあ一人二人の今世界でございますが、この数が増えてまいりますんで、どうぞ皆さんはその中に引き込まれないように、巻き込まれないように冷静に判断をしていただきたい、こういうふうに思うわけでございますが、今日も京都で大阪の青が街を歩いてるところから話が始まります。ええ天気やなあ。じゃどっこちゃこっちゃどうお出かけですか、どっこちゃどっちゃ知らん人ばっかりやな。気持ちがええな、ええ天気や。どどんぼりぼりぼりか、心斎ばしばしばし、私のお尻をポリポリと、わっけのわからんみたいな、これはな。あら、またここにぎょうさん人がこれたかってんな。何があんだよな。不思議なな。ちょっと聞いてみようかな。ちょっとお尋ねします。ちょっとお尋ねします。なんすか。えらい、これぎょうさんの人ですな。たくさんの人ですな。人山の黒盛りですな。今なんておっしゃった。いや、人山の黒盛りでんな。人山の黒盛り、なんか微妙に違うように思います。たくさんの人ですね。中何があるんですか。いやね、なんかね、前の方が見えないんでね、ようわからんんですけどね、なんか伝わってくるところによるとね、行き倒れらしいんですよ。行き倒れですか。あら、起こしてやればいいのに。いや、行き倒れですよ。行き倒れでしょ。見たことないんですよ。どうやったら見られますかね。もう人がいっぱいですからな、その股の間くぐってね、行かしてもらうしかないですな。ああ、そうですか。こんなん操作してもらおう。ごめんなれ、ごめんなれ、ごめんなれ、すめんすめん、ごめんなれ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 や。うわぁ、一番前まで出てきた。うわ行さんの人は皆見た。どうこんちゃ、ちゃちゃちゃ。いや、どう、わ、これか。へぇ、むしろかけた。なあ、よ待ってました。しっかりやれ、頑張れよ。ちょっと、もしもし、今奥の方から出てきた方ね、生き倒れです。いえ、生き倒れですね。初めてなんですよ。なんかやるでしょ。いえ、何もやりません。死んでるんですよ。死んでるんですか。生きて倒れてるんじゃないんですか。いや、生き倒れですよ。いや、生き倒れて死んでるって どっちですの。いや、ですからね、どこかへ、そうやね、どこかへ行く途中で倒れて亡くなったんで、生き倒れですよ。はあ、どこかへ行く途中で倒れたんで、生き倒れですか。はあ、じゃあ帰るときは何ちゅうんですか。それは考えたことはなかったですけどね。いや、私ね、この町内のね、世話役やってるんですけどね、この方はね、持ち物何もないんでね、どこのどなたかわからんで、みんなで困ってましてね、順番にね、顔を見ていただいてるんですよ。あんたもよかったら見てあげてください。そうですか。私、見せていただいていいですか。
いやーそれはどうなくなってんすか。へえ。あんた何州ですか。まあ一通りね。これはどうもごちそうさまです。どうも大丈夫ですか。あなた今なんておっしゃった。いや私ね言葉あんまりわからしめへんねんぜってね、うちの死んだおかんがねいつもお前は言葉あんまりわからんからお友達に行った時は小さい声でなご嬢さんっていうのとなそれこん旅は白旅ってこう言えって言ってこん旅は白旅それどういうことですか。いやご嬢さんですこん旅は白旅でこう言うと向こうが言ってくれるんですいつも。はあ、はあ、面白い親御さんですな。この度は知りませんでご愁傷様のことですか。どうもその辺の言葉みたいです。この度は小さい声でブスルって言えって言って。ではお拝していた、見てあげてください。失礼します。うわこの人足の裏みたいな顔してますな。そっちは足ですよ。あんたどういうお方。足の方を見て足の裏みたいな顔そらそうですね。こんな顔ないですよね。私もおかしいでこっちが顔やと思い込んでましたんで。つめそれは反対やな。そらそうや。あお知り合いですか。熊子ですわ。お知り合い。よかった。いやよかったですな。いやいや知り合い誰もねいたらへんかったんで困ってましたんや。よかったよかったね。そうですか。いやいやあとお友達。こいつね友達ですね。わいやなんでやねんな。こいつねもう親友でね隣に住んでますねこいつ。お前なんでやねんな。ほなね、早速お身内の方、知らせてあげてくださいね。お父さん、お母さん、それから親戚の方。それは無理ですわ。なんで、なんでってね、こいつはね、なんですね、親も、はよ、両方とも死んでおってね、兄弟も何にもあらへんのだ。もう親戚も何にもない。兄弟も何にもなし。もう一人きりですわ。そう、天涯孤独。初めて使おうた、四字熟語。天涯孤独。うわぁ、焼肉定食、駅前広場。うわー天涯孤独なんどういう人ですか。天涯孤独ですか。あー困りましたな。でもあの方はね、じゃあねあなたお友達なんでしょ。ええ友達なんですこいつね。生まれた時は別々やけど死ぬ時も別々やな言うてずっと別々のような気がします。いや生きてる間は仲良しょうない言うてましたんやけどな。あじゃあねご苦労様ですけど引き取っていただけますか。え？いやいやあなた引き取ってください。私が孫を。いやそんなことするとあいつだけうまいことやってとか後で言われませんか。誰が言いますかい。そんなこと誰も言いませんよね。引き取ってください。じゃあ本人に引き取らせましょう。落ち着いてくださいよ。動揺なさってんのはよくわかりますよ。ね、落ち着いてくださいね。ね、落ち着いてくださいよ。本人がね、亡くなってんのに、本人は引き取れないでしょ？そういうやつです。会話になってないように思うんですよ。ね、言葉がわからないんですよ。本人が亡くなってるんですから引き取れないでしょ？初めて死んだからね。初めて死んだ。そうなんですよ。初めて死んだからね、分からへんのですわ。ね、今朝おたんですわ。ほなね、ぼーっとしてね、気分が悪いってこんなこと言ってましてん。え、今朝お会いになったんですか。今朝おたんです。じゃあ違う人ですよ。この人は夕べからここへ倒れてたんです。そういうやつです。
いやだからね、そういうやつですって。本人ね、朝会われたんでしょ。昨夜からこの人はここへ倒れてるんですね。だから別の人です。いいえ、熊子です。初めて死んだからわからないんです。本人に引き取らせます。どう思いますか。それは本人が引き取るのが一番でしょうね。え、じゃあ私がおかしいんですかね。あんたさっきからおかしいですよ。あ、そうですか。じゃあ本人に引き取ってもらってください。わかりました。ちょっと待っててくんなれや。おーい、クマカーン、お手上げ。クマカーン。タズの兄、自分の家の戸を叩いてるわ。あれ、こっちこっち。おー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 、クマカ、お前どうしてこっちにいるの。いや、俺の家ここやで。あ、今俺叩いてたのはあれ兄の家よ。あ、そっか。落ち着けよ。落ち着いてるよ。お前ね、大変よ。何が。何が。お前死んでるよ。俺生きてるよ。死んでる。生きてるって。初めて死んだからわからんのよ。え？お前ゆうべどこ行った。どこ行ったで、あれやな、あの道頓堀でわーっとみんなで飲んで、はしごして、で、あの宝泉寺のとこへ流れていて、なんか飲みすぎたんかな。あの辺でプツッと意識がないのよ。それが動かぬ証拠。その時にお前は死んでんのよ。それで気分が悪いのかな。そうよ、お前その時に死んでんのよなあ。そうかな。そんな気はせんねえけどな。初めて死んだからわからんのよなあ。行こう。え、行こうよ。どこへ。どこへってお前わかるやろ。何が。落ち着いて聞けよ。今日な、俺な、道徳の時からずっとな、宝泉寺のとこへずっといたらな、人山の黒盛りやねん。ああ、そうなんや。ってな、聞いたら行き倒れや。起こしてあげればいいのに。なあ、俺もそう思ったよ。違うね。あのな、どこへ行く途中で倒れて亡くなるのを行き倒れっちゅうねん。ああ、そう。じゃあ帰るときはなんて言うの。お前は友達やな、やっぱり。同じようにものを考えんねんな。ええ友達やな。行こう行こう。だからどこへ。どこへやないよ。そのお前がな、倒れてるとこへお前を引き取りに。俺を。いやー、しかし今さら自分の死に目に出会うのは何を言うてんの。お前早よ引き取らんとお前の体むちゃくちゃになるぞ。したい放題。この鬼を呼んでそんなことありか。お前、ほんでな、向こういたらな、あのな、世話役がいてはずさかい、その人にお世話になってんねやから、ありがとうございましたってちゃんと礼言えよ。分かったけど、兄もいてくれる。おー、一緒に行ってやろう。行こう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 。はい、すめんすめんすめん、どいてどいて、開けて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 、ちょっと開けて開けて開けて、いや倒れてる本人が来た、開けて開けて開けて。えらいお待たせしました。戻ってきたかな、あの人。あの本人がいてあったでしょ。いてました、いてました。でね、お前死んでるよ言ったら死んだような気がせんってやこと言ってるんですよ。笑えるでしょ。笑えません。笑えませんけどな。どの方ですか。ああ、こいつでね、おいおい、出てきて挨拶せ挨拶せ。いや、どうも皆さん、いろいろお世話になりまして、お騒がせして申し訳ございませんでした。どうもすみません。私知らなかったんですけど、死んでたんだそうです。申し訳ございません。
あら、まあまあそこまで言いはんやったら、ほな順に見てください。見させていただきます、ね。うわー、この人足の裏みたいな、同じや。やっぱりね、アホは映るんですな。反対が反対が、やっぱりね。うわー、違う人でしょ。俺や。俺やて、あんた、そんなことがありますか。どない思いますか。どない思います。これそれは本人が言ってんだから間違いないぞ。本人が言ってるって言ったって、あんた、それ私がおかしいですか。そうですよ、あんたおかしいよ。世話役さんみんなおかしいな。おかしいおかしい、世話役さんあんたおかしいよ。本人が言ってんのは間違いない、間違いない、間違いない。おー、俺はこんな姿になってしもって。でもね、なんか亡くなってる方ヒゲがボーボーで、あんたヒゲ伸びてないじゃないですか。ああ、四つに当たって伸びたんやな。いやこんな姿になってしもって、こんなことやったらもっとおいしいもん食べといたらよかった。あれ、どうしたんですか。一つわからんことが起こった。何が起こったんですか。いや、抱かれてんのは俺やけど、抱いてる俺は誰やろう。ありがとうございまして、私の方も、ちょいとお付き合いをいただこうというので、もう下座さんの庶民の念にこう送られるようにして我々は出てくるわけでございますが、このお三味線というのは誠に良いものでございますね。糸にかけると言いますか、いいもんですな。方角も様々で、時は清元信内、信内なんて聞いてますと、もう死にたくなるようなそんな気配がございますな。上方の誇るべきその、本楽の世界といいますと、やはりこれは文楽義太夫とこういうことに、なるわけでございましょうね。世界遺産にもなりまして、誠に結構なことでございますな。しかしあら、大層な芸でございましてね、私らみたいにペラペラ喋ったりはいたしません。剣台がドーンと置いてございまして、もうね、太夫さんがずーっとこう、あの声の出し方がすごいですな。いいだけで5分ぐらいかかる。まあ誠に手間のかかる芸でございましてな。まあ普通にね、笑うんでもアハハと笑ったりはいたしません、向こうは。あんなもん血管切れますよ、あんなもん。すごいですな。あれにまあ泣く時も、なんて泣いたりはいたしません。でかしゃった、でかしゃった。最初うどん食べてはんのかな。またうどんを食べるように語りますと、それらしい聞こえるというところが面白いところでございます。太夫さんは大きい大きい子を見せてございましてな、その横でお三味線の太の三味線はお師匠さんペシャーとこういうふうに座りました。あれも音が何とも言えん、来てよかったなと思いますな。チンチンツンとツンとツンと中で、聞いておりますと、いやいや始まるぞという感じがいたします。チンチンツンとツンとツンと、あれね、しょっちゅう聞いてると、年中貧乏、年中貧乏に来るんだな。悲しいなと思ったり、その時の気分次第でございますけれど、面白いもんでございますな。まあそういう、お人形の好きな方はお人形の方を見ながら一緒に首振ったりなんかしてね、いたはりますし、面白いですな。それが全部、これは人が今度は人形の代わりにやり始めるというと、これがもう歌舞伎の世界でございますな。歌舞伎の好きな方はもう朝早うから行かれましてね、でそのお芝居を見た後はその気になるもんでございますな。さてさて、今から地下鉄に乗って帰るには
しいと手間暇がかかるかと言うてタクシーを呼べばそれもタコをつく。あさて、あ、一体どうしたものかな。かなんか言ってると犬がわわわわかなんか吠えてね。しべ心のねえ犬だって当たり前でございますよ。そういう景色をよく見るのでございますな、ほどほどに好きっていうのはよろしいですが、それをどう越してしまうというとそれはもう大変でございまして、まして方向に上がっておりまして、デッチさんで芝居好きでしゃあないということになると旦那の方も言いたないんでしょうけれども、説教をせざるを得んというようなこともあるようでございまして、そんなお話でございますがな。あ、佐々木地、佐々木地は帰っておりますかいな。佐々木地、佐々木地、お、佐々木地、旦さん呼んだのが、旦さんお呼びでございますか。お呼びでございますかやないがな。お前さん今日はどこへ行ってなかったんや。島のうちのあの田中屋へ行っておりました。お、使いで島のうちの田中屋さんやな。そらご苦労さんやった。で、使いにいてどうやった。参りましたところ向こうの旦さんがあのお留守でございまして、また戻られましたらあの連絡を差し上げると、こういうことでございました。おお、そうか、それで、それだけでございます。それだけでございます。あ、そう、お前さんな、この店出て行きなったのはあら朝でっし、それだけの用事のために。今これもう日が沈みかけてます。なんでこない手間暇かかりますね。いやあのな、この船場から島のうち行くのになんでそない遅くなりますね。道に迷いまして。道に迷った、シュッシュッで終わり。どないして迷いますね。どうせ芝居見てて、芝居なんか見てしまえ、私芝居なんか見てしまえ。なんでそない遅い。なんでそない遅いと言われても、かーそあーんたカルタ取りしてんねやないね。どうせ芝居見てなかったやろ。芝居なんか見てしまえ。いや見てたに違いないな。サスケはんがな、お前さんを恵比寿橋の橋の上で見かけたとこう言ってなった。島のうちから帰ってくる、船場から島のうち行って帰ってくる。なんでそんな恵比寿橋を通りますんや。芝居見に行ってて、何を探してますね。今日お使いいた、ほんで帰りにね、あ、ここまで帰る途中で うちのおかんにバタッと会いまして。おお、お母さん。おかんにバタッと、ほんで おかんどこ行くねんなって言うたら、さだちゃん、ご苦労さんやな、あのな、お前にはまだ言うてなかったんやけどな、実はお父っつぁんが去年の暮れにな、体悪して倒れてな、それからずっと寝たきりなんで、ほんで一日も早うようなるようにな、今から千日前のお不動産へお参りに、お役所踏みに行くねんって。こない、お父っつぁん、そんな倒れてんの。知らなんだ、車屋のお父さんが倒れたら、うちの台所の車も火の車やな言うて、ほら、えらいこっちゃ。それは笑わすつもりで言うてね。えらいことやって、こういうことになりまって、それやったらもう私も一緒にお役所参るわ、おかんって言ったら、いや、あんたはな、何を言うてんねん、奉公してる宮坂いそんなことでけへんねん。で、いや、うちの旦さんは弱でけたわかった、せえてに、堪忍してくれやんさかい、親孝行で、送れんねやって言ったら、堪忍してくれやんさ、一緒にお役所、参りまして、おそなりまして、今なりました。何ですか。最前こうしてなはったんはそれを思いつくために言うてた。ほんならちょっと尋ねますけどな、お父さん寝たきり、去年の暮れが、そりゃ偉いこっちゃな。あれ今年の正月の2日やったかな、
お前とこから男の人が来はって、うちの貞をよろしくお願いします。言いはったん、あれはどちらさん？へ、ええやないがな。去年の暮れに倒れたあるお父さんが正月の二日になんで挨拶に来れますね。いや、正月はもんびでしたかい、病気も休み。そんなええ加減なこと言うてんな。え？あら、お父さんやろ。え、いや、お父さんかな。いや、誰や知りまへんねん、あのおっさん。わてが生まれる前からあのおっさん家におりまんねん。どうも見てるとうちのおかんとでけてるらしい。何を言ってんの。お父っさんに違いないやないかよ。そんなええかげんなことばっかり言うてんな。え、はあ、お前さんが芝居好きやっちゅうのはもう分かってますね。芝居を見に行ってたに違いない。いやいや、番頭さんに聞いてんねんで。いやいや、本当に芝居嫌いですよ。いや、嫌いなことはね、この頃番頭さんがな、風呂へ行った時に、この頃佐田は風呂桶をこうな、普通こう湯をすくうてザーッとかけるやつをこう両の手で桶でこう湯をすくうて、この桶の方へ体を持っていきながらこうかけながらな、これでお山に見えるかしらとか、そんなことを言うてるちゅうてわしゃ聞いてますけどな。え、芝居見てたやろ。いい芝居なんか見てしめん。ほんまに見て。私もう芝居大嫌い。もう芝居は大体男がそんな長い袖の着て、なんか女の人の格好して、また尺が、その形がおかしいやないか。好きに違いない。いい、全然全然嫌いでね、もうせや、もう感じとくない。もうせ、ほいで、もう芝居大嫌い。もうね、もうどんどんも、でも芝居の看板見ただけでもう見えんように、こう、横向いてこう歩くぐらい、もうそれぐらい、もしも私がね、芝居見に行かない、行かんちなこっちゃったら、私もう倒れますわ。芝居見に行かない、行かんのやったら、倒れんの。そらちょうどよかったわ。というのはな、いや、サスケさんに聞いたらな、この度の芝居はええそうなな、忠臣蔵の当主、前からな、見たいと思ってたんや、これはええらしいんでな、ぜひとも見なはれって言われたんでな、明日お店総出でな、芝居見物に行くことになったんやな。だけど誰ぞ留守番してくれるやつがおらんと困るなと思ってたんや。ちょうどええわ、お前がそない芝居が嫌いやったら留守番しといてんか。よし、明日お店総出で。芝居見物、そうそういうこっちゃ。お前にはまた別の日に休みをあげますで、お前さん。ほんなわて、お弁当持って、いや、向こうにな、ちゃんとお弁当の用意はした。で、盆のおもり、それはちゃんと名付けていく。さよか。今度の芝居はええらしいな。なんでもな、忠臣蔵でな、このな、山崎街道のとこがええちゅうて聞いたな。中でもええのが獅子の出。こらええらしいな。イノシシがでーっと走るらしいな。聞くところによると、なんでもな、前足を中村鴈治郎がやって、後ろ足をな、片岡仁左衛門さんがやるちゅう。あんな贅沢な獅子は見たことないなあちゅうてな、これは見とかなあきれへんで、こない言われてるんじゃ。それを見ようと何をクスクス笑うてん。どないしてん。アホなこと言いらなださ。山崎街道の獅子なんかそんなことしますかいな。あんな大部屋のね、役者さんが一人でちゃーっと通るだけでんが、そんなあんた早く、いわば早くですし、そんなもん。それはあんた、前足が、まあでもある前に、前足が中村鴈治郎、なりこまやで、後ろ足が、松島や、なあ、んなことあんた、そんなよそで言うたら笑われますし。いやいや、何を言うてんねん。わしはサスケはんに聞いて。何を言うてないで、ダサンなんか聞き合っただけでしたろ。わたいら今まで見てたん。これ見て。これはキャッ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 。しもたー。はかろうと思いしが、帰ってキャビンにはかられた。何を言うとんねん、ほんまにもう。嘘ばっかり抜かしよって。お前みたいなやつはな、今日という今日はな、
お仕置きのためにな、あ3万ぐらい入れてしまいましょう。いや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 お風呂入るみたいに言うてんねやれんが、早よこっちおいなれ。いやいやいや、かかかかにしとくなれ、かにしとくなれ、かにしとくなれ。やかましやんと、入なれ、べーっと、3番ぐらい入れまして、ビシャーンと戸を閉めてしまいますな。ただ、ただ、ごちゃごちゃしとくなれ。腹減ってまんねや。ただ、腹減ってんね。飯食いとれ。飯食わせ。刑務所でも飯は出るぞ。飯ぐらい食わせよ、ほんまに。どうぞ。三万ぐらいやでんね、ここ。万太夫だったん。たぬきが出てきて相撲取ろう言うて。わてもそんなんやでんね。どうぞ。大丈夫。あかんか。やっぱりな。あかんわな、そらな。誰かって怒るわ。そんな遅なってんもんな。ああ、しかしもっと早く帰ろうと思ってんけどな。隣のおっさんがいかんかったな。あんた、このおっさん、えらい小さいのに、芝居すぎてんねんな。ええー、と思ったんが、いかんかったな。そうでんねんって言うたら、もうな、四段目だけで帰ろうとしてんのに、もうちょっと見ていきなれ。なあ、この度は、カンペの腹切りのそのカンペの役者とハンガンさんが同じ人がやってますその侍の腹切りと大名の切腹の違いを見ていきなあれってこう言われてせやなと思ったんがいかんかったこんな遅なってもたなせやけどやっぱり見てみるというとなんちゅうてもなやっぱりハンガンさんの出てきなはる過去の四段目が一番ええな。ああ、幕がさ、上がるというと、おー、ハンガンさんの江戸屋敷、銀の襖がでーっとこうあって、違い鷹の葉の門がこうついてやる、うん。そこのところへ、花道から、揚げ幕をチャリーンと上げてこう出てくるのが、石堂馬の城と薬師寺次郎左衛門城主、この二人。石堂のおっさんはええけど薬師寺のおっさんは腹立つおっさんや赤い顔してなお役目ならばまかり通るでん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 と歩いてな舞台の上手の方へ高い引きのところへドーンとこう座るなそうすると正面の襖がスーッと開いてこう出てきはんのがこれが半眼さんね黒門付き、消毒がしつらえてやってもうそれだけで値打ちがあるなちんとお座りになってこれはこれはご上司と会ってお役目ご苦労に存ずご苦労休めにご主一婚石臼を晴らし申さんかうまいこと言いはんな石臼を晴らし申さんやてなうちの番頭なんかムカムカするさかい飲もうかってあるわかりや石臼を晴らし申さんなんか言うとなあの薬師寺のおっさんが腹立つねあにご主となそれよくござろうがこの度の上位の趣聞かれたら酒も喉へは通りますまいドア腹立つおっさんやなあんなおっさん道頓堀歩いてた後ろからボーンとどついたんだけどな腹立つでそれよな石堂のおっさんがこういさめておいて懐から情を出す情を言いとこう言うと本願さんそこへもう一度とこう直んな、一つこの度白州の城主円谷半願高さ私の救いをもって執事公の諸のに人情に及び館を騒がせし咎によって国交理を没収し切腹申し作る者なりなあこの切腹申し作る者なりというところで気の毒ななという気持ちが出たな、
それを聞いて判官さん、この女王こう見せる。それを見て上位の赴き異彩承知つかまつった。かくなる上はご苦労お休めにご主一献杯の用意いたせ。またしても酒を進める。これは国元から大星浦之助が君のできるだけ間を稼いで待ちたい待ちたいという気持ちや、客はみんなそんなこと分かっとる。ああ、気持ちは分かる分かる分かると思ってると、あの、薬師寺のおっさんがまたしても出てきよんね。こりゃさ、判官殿、またしてもごしごしと。この度の咎によれば縛り首にも負うべきところを、お上のありがてえお情けで切腹仰せつかっておきながら、早速にその用意あって叱る武器を見れば、東星流の長羽織ゾベラゾベラと示さるのは判官殿にはちまようたか。いやはさ、狂気を召されたか。それでは上司に立ち、石堂殿をこの薬師寺に無礼でござろう。こう言うたな。判官さん、狂気狂乱かすてござらん、かねての覚悟ご覧に入れんと、黒門月はシュッと脱ぎなるというと、もう白こそで水上氏も切腹の用意がでけたある。それを見て薬師寺のおっさんがめびっくりしたん、ね、こっちはざま見ろアホって思うとこやな。後ろへずっと下がりになるというと、写真がやってきて畳に舞を裏返しに置く。そこへ白いこう布をかけて四隅にこうしぎびをこう置くというと、切腹の場が出来上がるな。あの上へ上がるともう二度と降りられんそうな。そこへしずしずとゆっくり足をかけてじーんとこう座りなるというと、舞台の上手から出てくるのが、これが大星の力也やな。くすんごぶの腹切り方の参謀の上へ乗せて、しずしずとやってきて前へ置く。判官さんの顔を下からじっとこう見る。わあ、君とこれで今生のお別れやというところや。判官さんも、はあ、別れたない、ああ寂しいなという思いがある。しかしそんなことを上司が来てる手前言えできません、言えませんので、目であっちへ行けあっちへ行けちゅうと、力は若いな、いやいや、あっちへ行け、いやいや、三回目にぐっと睨みのあるというと、力は諦めてしおしおと自分の席へ行きよんな。それからゆっくりとこう肩着のを外して前へこう交差させて、膝のところへこういうふうに引きなはるのは、切腹をした時に前が乱れんようにする所作やそうなな。前を十分くつろげておいて、こう参謀を引き寄せる。すると三味線がドーンドーンからにちやちゃ、あれだけであの場を持たすんや、大したもんやな。ドーンドーン、くすんごぶにもうくるくるっと巻きつけて参謀を押しいただく。後ろへこうかわす。おしんのところへこう引きなはるのは、後ろへひっくり返らんようにするための所作やそうな。力や力や、由良之助はいまだ参上つかまつりませぬ。尊上で対面せで残念なと伝え、はあはあ、ドーンドーン。左にこう刀を持ってる間はまだ物が言える。またしても力や力よ、由良之助よ、もう力也の方もたまらんようになってな、花道の告げ際のところまでさーっと走っていって、上げ幕の方向を見ながら、うちのお父っつぁんなんで来ないよ遅いんやろという思い入れがあって、今田三条チャ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 ッと戻ってきて、つかまつりませぬ。
対面せで無念なとさえ、ああご剣士お見届けくだされ中手身に持ち帰る。今日左の脇腹へパッとこう刀を継ぎ立てんのがきっかけやな。あげまくがチャリーンと開いたかと思うと入ってくるのが大牧師だ。これの由良之助タタ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 、もう客も待ってる待ってる待ってる、はい早く来い早く来い、ちらわいやなあ、早くまで来よったんやろ、袴の紐もう結び結びやってきよって、ああこの花道の悲惨なところでベーター、ねえ見る、それはあの石堂が敵を呼ぶ国がよ、ああ国がろう大星由良之助とはその方が苦しゅうない、チコ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 、うわふと見るというと、わあ君はもうお腹を召せなる、ああ遅かったかという思い入れがあって、腹帯をぐっとこう締めるのがきっかけ、今日の三千がトーン左足からタタ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 、ああ半舞台にかかる、ああそばへ行って御前か、由良之助か、ああ待ちかねたわよい、とええとこやけど腹減ったな、ああ笑えた笑えた笑えた、ああ馬やお腹が空いた、仙台藩になってきたな、えらいこっちゃ、ああえらいこっちゃな、笑えた笑えた、ああなんか食べさせてくれ、なんか食べさせてくれ、食べさせてくれ、食べさせてくれ、なんか食べたいな、パパご飯食べさせて、腹ペコペコでんねん、なんだ大体って、わかんの、ほんまに、あ、そう、もうええわ、もう食べへん、もう生涯食べまへん、もう佐々木千代の腹減ったやろ、食べてくれ言って持ってきても私は食べまへんで、そうなったら私餓死しますせ、そうなったら新聞屋が見なきますせ、ああ記者はうまいこと書きますよ、封建的になる経営者であんたですよ、えでっちを餓死せしむるとか書きおりますよ、店の評判が落ち出してえらいことですよ、どないになるか知りまへんで、はあ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 、オッケーだ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 、おにぎりでべえ、なんか持ってきてオッケーだ、オッケーだ、黙って無視してきよと、オッケーだ、あんたバンタンとできてんの知ってるぞ、あんたら不適切なる関係になってるやろ、知ってんねえぞ、笑えた、ああお腹がすいた、あの窓から、あもしも翼があったなら、羽が欲しい翼が欲しい、芝居ばっかりになってきたなこれな、先生もう芝居のこと思ってたら忘れられんねんだからな、先生芝居しよう芝居しよう、そやな、最前の中心からやったらええねんな、先生先生、ここにな、うちの旦さんがジョロリ語りやるときのこうな、肩衣があるし、これ袴をこれをつけてな、よしよしよし、これでええな、三宝三宝、ここに三宝がこれであるな、この総連差しのこの刀があるさか、よし、よし、これをな、押しいただいてこう、お尻のとこへベリベリ、あ、いや、潰れてもた、潰れてもた、もえ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 、ご剣士、お見届けくだされと刀を振り回しております。まあ一方このホバイのお清丼の方は、まあまあホバイでございますんでな、ほんまにもう、子供の佐々木丼は果たして大丈夫やろかと心配をいたしましてな、2階の物押しへ洗濯物を取りに行った時に、蔵の中を覗いてみますというと、中で、刀を振り回してこうやっておりますから、もうびっくりして転んで降りてまいりました。
あどうぞ、まあ押しすぎなあれ。お前が押しすかんかい、どないしてん。今あのクラキットンが沙汰の中で、そら逆さまやろ。その逆さまがあの蔵の中でお腹切ってあります。腹切ってる。ああえらいことしてしもたやないかいな。番頭さん、あんたがいかんやないかいな。ああいう時は私が言うてもあんたが止めてくれなあかんやないかいな。最前から腹減った腹減った言うてたや。はあはあはあ、おにぎりでも何でもや。そうああ、いっそこっち行かしなれ。私が持っていくおひつ、あの旦さん、それあのおまるですけど、おまるややこしいの。奥がほんまにもうこれで持って、よしダダ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 と走っていきましてな。旦那はな、くるんとガラガラ、おいしそう前ドーンと突き出して、ごーぜん、くらのうちでか、はあ待ちかねた。重ねまして、8月の8日の私の独演会は今年でもう22年目になりまして、皆さん方のおかげで、今日まで続けさせていただくことができました。ありがたいことでございますね。入門をいたしまして33年で、この今年がこの会が22回目で、あと33年入門してから同じ数をやりますというと、ちょうど私が88歳になれると、こういうところで、8月の8日に88歳で独演会ができたらええなと思っとるんでございますが、いや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 しかしそれはなかなか大変なことでございまして、私だけはなしに客席も半分は死んでるからな。よう、そんなアホな言うてますけど、本当によう、お越しいただきました、お熱ございましたのにね。今日は面白いところを見つくろうて、おしゃべりをさせていただこうと、こういうふうに思っております。昨今は何でございますよ、こういう劇場なんかでも、昼間の寄席の方へ出ておりますとね、携帯電話で写真をこう撮りたいなんていう人がいらっしゃいましてね、こう撮ってる方は分かりませんが、私の方から見てると位牌を持ってるようにどう見ても位牌でございますね。ね、誰か死んだかなと思いながらやっとるんでございますけど、もう道歩きながらメール打って車にはねられたりというような、メールの土産でございますからね。まあ、そういうことはないように、いやいや、こんなん入り口ですから別に、こっからだんだん行きますからね。まあそんなことで、その電話も随分進化をしているようでございますけれども、もうこの頃はなんか携帯が財布になるってなことを、母親に言いましたら、面白いですな、どこに挟むんやと言って、千円札を挟もうとしておりまして呆れ返ったんでございますけれども、父親も母親もおかげさんでどうにかやらせていただいております。それはもう85ぐらいになりましたですからね。この間も父親が私のところへ電話をかけてまいりまして、テロルとなりますから、私が「はい」こう出ると、親父が向こうで「俺俺」ってこう言って、もう逆さまじゃございませんかと言われて、何言ってんねんなと思ってね。またこちらから電話しますとなかなか出ませんね、もう電話機のところへ行くのが遅いのか、鳴っているのに気づかないのか、呼気があるから分かるはずなんですけどね、トロロトロロ何遍も10回以上鳴らしたらヨーヨー出ました。あ、お父ちゃん、あ、僕僕、僕、お母さん、韓国の僕さんから電話。何言ってもう、もうお母ちゃんに代わって、お母ちゃんに、あ、マジマジ、あ、お母ちゃん、あ、どう、あ、僕やで、はあ、僕僕、はあ、キレてるって、キレてない。どうしてそういうことばかり繰り返すのかなと思って、この間実家へ帰って調べて分かりました。今までの電話というのは、コードがついておりましたが、今言います呼気になりましてからというものは、コードがありませんから、どっちが上や下や分からない。で、いつも反対側を耳に当てて、マジマジ、マジマジ。あれから我が家では口の方には空地ってこう書いてある。どうにかやったらしいって。どうしようかですな。
そういうことを繰り返しながら、やってくれておりますが、たまには顔も見てやらないかんなと思って実家へ帰りましてね、他者にしてんのか、ちらごと言うと、この間びっくりいたしました。父親が口の中手突っ込んで、お父ちゃんどうしたんなんやな、しょいればが外れんようになった。安定台つけすぎたんと違うか、もうちょっと力入れて引っ張ってみ、もうちょっとや、ほっと見たら外して置いてある。もうね、もうさっきのことはわからないんですね、外したということをもう忘れてはない。何をしてんねんな、もうしっかりせんかいな、違うんですな、もうそういうもんでしょう、年行くとね、まあそれがいいんでしょうね。昔のことはみんな覚えてますよ、最近のことはわからないですな、ですからもう夫婦がそうしてまあどうにかやってくれてるだけありがたいと。しかし夫婦の会話というのもあれぐらいになったらもう出来上がってますな、目の当たりに見てるから細かいでしょ、この辺は。お母さん、はい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 、わかりました。あんなんで何が通じるんでしょう。それぐらい夫婦というのはもう会話が出来上がるんですな。ですからもう、ってこう始まりますと、もう私は横で聞いててもうひっくり返るの時はありますね。お母さん、お母さん、なんですぞ、今晩何食べる、今お昼食べてますな、いやーちとでも先のこと思わない生きていかれん、晩ごはん今まで食べたことないものを食べたい、なんですの、イケメンってどんな面や。ほな、まあ今晩作りまよか。あの年でまだ作る気でございますから、大したもんやな思って呆れてるんでございますけど、やがてその両親も、あちらへ行くわけでございますね。これは順番でございますからな、さあ仕方はございませんね、お盆が近くございますけれども、お盆になりますと、あのお坊さんは何でかしら、あのスクーターみたいに乗ってますな、ブーあんなんで死んだら誰がお経をあげんねやろ、えらい勢いで走ったりなんかしてありますけどね、まあそういうような心の用意もせねやいけませんから、ちょいとこないだ仏壇を見に参りましたんですけど、すごいですな最近の仏壇というものは、もうご承知のように30万50万ぐらいでは仏壇はございません。やっぱりね、300万500万もう800万ぐらいの仏壇になってみな、あれ、それはもう内側からマイナスイオンがふわもう仏壇の奥からいらっしゃい、よく本当にもう大変なもんでございますな。この話に出てまいります。お父さんはもう信仰心は誠に浅い方でございます、会社を60で定年になりましたが、別に、行くところもございません、毎日朝早目は覚めるんでございますよ、もう習慣になっておりますからな、目は覚めるんでございますけれども、地域のボランティアで活躍するわけでもなし、第二の人生をやろうというわけでもなし、ただただ目が覚めてすることはないので、お経を、仏壇の前であげているお父さんでございますね、信仰心が浅いのはもう、顔は洗ってない、歯は磨いてない、目やにつけたままのような状態で、阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、お母さん、いっぺんこれ仏壇掃除しなさいよ。あんた、もうすぐ入らないかんねやから。お父さんのが先？何を言うとんねん。あんたを見送って。で、私はまた若いのとその、なむあみだるなむあみだるなむあみだ。お母さん、この間ちょっと仏壇見に行ってきたんよ。仏壇。いやー、この頃の時代やね、
リビングに置ける仏壇って売ってたよ。仏壇なんかリビングに置いてほしないけどね。見てたらね、イタリア製やって。やっぱりマンション住まいが多いからかね、イタリア製。まあ思ったね、やっぱり仏壇はイタリア製よりフランス製の方がええな。なんでやってか、仏という字を書くやないかい。ちょっとでも分かってくれる人なんてよかった。ナムアミダブナムアミダブナムアミダ。お母さん何食べてんの。あんた嫁に来てからずっと口動いてるな。あんた昔もっと細かったやろ。いつの間にやなんや、ブー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 動いてるからに。ちょっとお母さん、座布団からお尻がはみ出してるよ。何やって、座布団が縮んだ、縮むか。何を言ってんねん、座布団がお前人間やったら告訴されるで。何、告訴されて裁判したら私が勝つ、なんで判決は私のもん。あ、面白い。何面白い。ナムアミダブナムアミダブナ。お母さん、それジャージ、それ中学校の時のお兄ちゃんのジャージとちゃうか。前後ろ反対やで、それ2年 B 組山田って書いてあるで。そんな男物のジャージを前のやつを後ろへ回して、そんなとこ開けてどないする気やん。ナムアミダブナムアミダブナあーみんな。おばあちゃまは、あなたのお母さん、私の義理の母親、お出かけ。あ、そう、よーお出かけやね。そのお出かけは帰ってくるお出かけ。あ、そう、お帰りになんねんね。一緒に住むようになって1年かな。あんた悪いけど、おばあちゃまと一緒に住んであげてくれる？おじいちゃま亡くなって、おばあちゃま一人で心配やし、寂しさやから、その代わり言うてなんやけど、あんた、おばあちゃま年金あるから、ね。それで家賃の足しになるわよ。そうかなと思った俺が愚かやったな。そんなんいただけますかって言えるか？ああ、もうあのお母さんのお金でさかいどうぞ自由に使うとくんなれ、ちゅうたらどこ行った？フィットネスへ通い始めた。85を回ってんのに今さら体を鍛えてどうすんや。ただただお迎えを待ちゃええんや。はあ、びっくりしたな。85のばあさんが25メートルプール行ったり来たり、水中ウォーキングが膝に負担がかからんとか言うて、ガバ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 ゾンビみたいな格好してた。まあ波の下に女とかいてババやからちょうどええな。えらいカッコやったね。せやけどえらいもんやな。1年間ずっとプールでうろうろ歩いてるとうとう泳げるようになってな。なあのインストラクターっちなうまいこといいよんな。あ、おばあちゃんはよかったですね。これでサンズの川も渡れますね。ほらびっくりした。せやからな、小さい声で頼んだがな、ターンは教えないでね。ナムアミダブナムアミダブナムアミダブと。おう、なんじゃい、お姉ちゃん帰ってた。孫の顔見せに帰ってくれたんか。違うの。クリスとまだ揉めてんの。あんな男、お父さん最初から反対したでしょ。本当にもう会わんてか。会わんのとなんで一緒になりたいって、お前死ぬとまで言うてんだよ、お前あの時に。まんな。適応性障害、何を言うとんの。お母さん、ちょっとお姉ちゃん帰ってるよ。気づけなさいよ、冷蔵庫。空っぽになってまうね、お前。さっぱわや、お前。お、たーくん、はいはいできんのか。はいはいできるようになったよな。
えらいえらい、あたけ、じいじいや、じいじ。あなあ、じいじやで、じいじ。なあ、みんな、じいじ、ベロベロバー。ベロベロバー。なあ、みんな、ベロベロバー。なまみバー。あ、どうしよう、わからんやお姉ちゃん、たーくん赤い顔してるよ。赤い顔してる。いや、この赤い顔したら何をしたいか分かってるやろ。え？ああ、早しいな。え？いや、老後について考えたらするかよ。子供赤い顔したら力んでんねや。はいはいはい、おむつか。こんなとこで帰なさんな、こんなとこで。あや、こんな小さいのに匂いだけ一人前。ご先祖さん申し訳ございません。ナムアミダム、ナムアミダム。お母さん。お兄ちゃんは？お兄ちゃん。え？まだ寝てんの？いつまで寝とんねん、ほんまにもう。起こしなさい。はい。大学出ても就職もせんとからね、ほんまに。好きなもんが見つかるまで一年だけプータローさせてくれよ、かなんか言うて。え？ほんまに古いたえってカタカナで聞こえはええけどね。やってることはお前何も仕事なしやないか、ほんまにもう。自分の好きなもん見つからへんねん。一年だけ言うてもう三年目やであれ。ちっと働け言うたらこの間駅前でティッシュ配っとった。俺はカッコ悪さかパッと逃げようと思ったら追いかけてきて、親父もるっとき言おうかなんか言う。バイトしてんのは、うん、借金したんや。なんでやねん。月行った時の金が10万円がな。うん、どうしても許ることになって呼んで借りてん。親父知らんかったんけど、あれ、利子がいるんやな。何？いや、利子がつくんやな。当たり前や。ほら、利子ぐらいお前、ほら、つくやろ。え、お前、利子知らんかったんか。いや、としこや、思ってた。いやね、僕は最初何の話かな、と思って。いや、利子をとしこと呼んどんやがな。なんでそんなこと思うねん、言うたら。いや、コマーシャルやってる人がとしこさんやと思って。そのとしこの下に、都市 24.7 って書いてあったんだよ。それはお前年利と違うのか、年利と。そんなお父さん監禁出してあげるから自分のその利子は自分で払うて、早く返せって言うたら、おきありがとう言うて自転車に乗って、お金は大事だよ。俺はもう情けない。お母さん、いっぺん言うておれ。え、ご先祖さんの前で言うておれ。今日こそはっきり言うておれ。あの子はな、わしの子やないやろ。え、何、あの子だけがあんたの子。おもろいこと言うな、ほんまに。あなむあみだうなむあみだうなむあみだ。お母さん、もうテレビもう朝から何かけてんねん。もうその人が死んだとか、その別れたとか、そんな見て何が面白いねん。もう朝の早うからまともな番組は文鎮の番組だけじゃ。あ、チャンネル変えなさい、チャンネルを。ちょ、今の戻して、今戻して。カノー姉妹か。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダ。お母さん、ピンポン鳴ってるよ。ピンポンピンポン。宅急便や。え？ピンポンといえば宅急便や。ピンポンといえば宅急やろ、お前。もうこういう分かりやすいギャグにもついてこんかよ、お前。もう定年迎えたおっさんなんやから頼むで、ほんまにもう。なあ、早行きなさい、早く。早く行かないと。もうそのジャージ前後ろ反対に入ってるからそんななんねん。もうその壁伝いにカニみたいに歩くな。なんや、お前はか、お前スパイダーマンか、お前は。なんやそれは、ほんまにもう。はい、おりまっせー。あ、何が来たい、何が来たい、何が来たい。伊勢のお兄さんから伊勢エビ生きたやつ。嬉しいなあ、ありがたいやないかい。うん、それ朝ごはんに食べるわ。湯がいて食べよう。俺はまだ何を食べてんねん。それ言うわけ言うわけ、どないするどないするって、お前そんなことわからんのか、ほんまにもう。長いで、ほんまにもう、お前それぐらいわかる。あの大きい鍋に湯グラグラっと渡せ。グラグラっと沸いた沸いたか。ほんでそこんとこエビを掘り込むね、エビを掘り込むね。ほんで蓋せ、蓋を。ほんな蓋したら、ほんなエビがどないなってる。
カシャ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 言うて中で暴れてるやろ。苦しんどる苦しんどる。ナムアミダ、もうすぐ死んでやる。会を重ねまして21回目の8月8日のこの独演会でございまして、21年間もやっておりますといろんなことがございますな。台風の直撃を受けるのは2回目でございました。以前その直撃を受けたのは確か阪神が優勝した時でございました。ちょうど18年ほど前でございましたでしょう。この一生懸命やっておりました時に高田文夫さんかなんかがゲストでねお越しになれんというようなことがあったような、そんな記憶がございますが、もうそれ以来でございます。今年の阪神の活躍はいやー結構なことでございますね。もう我々生きてる間は最後でございました。しっかり皆さんで共に楽しみたいとこういうふうに思うわけでございます。まあ本当に結構なことでね、大阪の方はやっぱ阪神が元気やとどういうわけですか、勢いがつくというような部分もあるようでございます。面白ございますな。まあそれにいたしましても、まあ高校野球の方をやっておりまして、高校野球も今日は2試合が中止になるというようなことでございましたが、ああ初日は、小泉さんが別に呼んでもないのに笑いましたなあれは。球投げまんにゃビャーと投げて、すごいなあ言ったらさすが投手は言うてましたですけどね。こんなんお好きですか。あそうです。外角ですか言ったら内角です。アウトですかセーフですとかいろいろあるんですよ。だんだん三平師匠みたいになってきました。まあそんなことで、まあ本当に、どん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 いろんな時代があるもんでございますが、応援なんか見ておりましてもね、ジャイアンツの応援の方頑張れかなんかおっしゃってね、大阪のまああの阪神でも近鉄でも、頑張れなんて言いません。いてまえいてまえ、なんちゅう言葉やろと思ったりするんでございますが、この辺がぶっちゃけたところでございますね。まあぶっちゃけると言いますか、まあまあ、こうまっすぐものを言うと言いますかね、遠慮がないというところはちょいちょいとこの感じますのは、東京大阪両方でお仕事させていただきますと、関西の方本当にあまり遠慮がございませんね。電車に乗っておりましても東京の方は目だけでアイコンタクトでお話をなさいます。私が向かい側に座ってましてもあれ分身じゃないの、そうね、これぐらいのことをおっしゃってるんですよ。それを言葉に出さない。ところがどうですか、大阪は電車に乗るなり、うわー分身さんどこ行くん、どこでもええ、ほっとけと。どうでもええんですけど、まあそれをお友達のように親しいお気持ちで言うていただいてるんでございましょうね。それは大人だけではございませんで、いやこの間驚きましたよ。女子大生とおぼしき、まあ二十歳やそこらぐらいでしょうね、こう電車のこう横長のね、あの椅子のとこ座って、私は向かいが、二人が私のチラチラ見ながら小さい声で言うてんのが、私また異常に耳がいいもんですからよう聞こえますね。なあ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 、あれ分身ちゃうちゃうちゃう、文人ちゃうちゃう、文人ちゃうちゃうちゃう、文人ちゃう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 、私はちゃうちゃう系になってしまう。ああ文人ちゃうねやなって、自分で文人やのに文人やないやこう思ってました。その次の会話がすごかったね。文人って微妙やねってこういう。皆さん今時の若い者は何かというと微妙という言葉をよく使うんですね。微妙やね、ただ言われた方は何が微妙なのか。精神衛生上良くないじゃないですか。何が微妙なんだろうなと思って耳をまたこう暖房状態にしましてね、聞いてましたよ。何が微妙なのかな。するとそのお嬢ちゃんがですね、別に会っても嬉しくないし。笑ってる場合か。
別に会うても嬉しないしっていうあたりが大阪の子やなと思ってぶっちゃけてるなと思ってね、難しいですな人さんに声をかけるというのはね。まあ大人の方は上手にこんにちはとかね、いいお天気ですねというような差し障りのないところでご挨拶をなさるということはようあるわけでございますけれども、まあ堂々と声をかけるというのはお芝居の世界でございます。待ってましたなんてなことを言いますね、我々も落語が出てきた時に待ってました、これはいいんですけど、終わった途端に待ってましたいう人がたまにあるんですよ。それだけはやめてもらいたいと思ってるんでございますけど、まあお芝居の世界ではあの大向こうというところから声がかかるということでございますね。なりこめやーとは言いますね、まっしめやーまっしめやって言わないでしめやー、最初出汁の元かなと思ったりしますけど、まっしめやーなりこやー中村やーね、高麗や紀の国や高島や大丸、ございませんございません、そういうふうに声をかける、この肩がパシッとこう決まった時にトーンと決まります。お向こうから声がかかって決まりますというと誠に気持ちの良いものでございますね、まあ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 そういうのは間合いと言いますかタイミングということやと思うんでございますけどね、ええもんでございますな、でこの歌舞伎役者の方もたまにお知り合いになりまして、一緒にじゃあ遊びに行きましょうちなことで一緒にゴルフ行きましたですけど、びっくりいたしました、あの染五郎さんという方、男前の方いらっしゃいますけどね、やっぱりあの役者さんというのはゴルフ場でもね肩がございますね、すごいですよ、でグリーンは、ベントですか高麗やーちなもんでございますね、今のところは何が面白いかというと、ベントと高麗というですね芝がございましてね、高麗屋さんだから高麗屋とこういうわけです。これから先は説明させないようにまあそういうその歌舞伎の世界も良いもんでございますが、それをお人形でやりますのが文楽の世界でございます。文楽というのはご承知のようにお人形さんがですね、この吉田玉夫さんやとかね、美之助さんがの国宝級の方が、この人形を操るわけでございますな。お人形さんがもう人間の動きのないものをこうやりますからね、シュ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 と歩いて帰ったりいたしませんこういう風に変えていく、そんな人間おらんやろというのができるところがあの人形のまた楽しいところでございましてね。でまた横でそれを語っていく、我々はこの喋ると申しますけれど、向こうは語るの世界でございますから、この住田優さん、かんかよろしゅうございますよ、もうババロッティかホセカレーラスかねドミンゴかというぐらいの素晴らしい声量でございますな、現在はダーンと私らのようなこういうチャチなもんではございません。向こうは塗りの漆かなんかでね、ふさがドーンドーンとこうついておりまして、肩絹というものをこうつけましてね、この合引きといってお尻にこうドーンと引きまして、そして落としというお腹のところに力が入るようにいたしまして、と語ってまいりますね。いいだけでも随分時間がかかるもんでございます。いいを言うのにこの剣台の周りをゴロ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 持って回るというところがあれが義太夫でございます。一遍掘り上げたりなんかするんでございます。ものすごい迫力の芸でございます。あれでまあ少女の可愛らしい声から、それからまあ老人の声までみんなをそれを情緒をいっぱいにですね語っていくわけですから、なかなか良いものでございますな。その横で三味線のお師匠、このお師匠さんは太の竿でございますね。太三味線というやつで、開放弦開放弦、あのどこも抑えませんとですな、ドーンドーンという音をするんでございますね。これが一の糸でドーンドーン、その次にトントントン、三の糸はテンテンテンとこういうわけでございます。でこういうものをドンとかトンとかテンとか、それをこう押さえていくとシャンとかチンとかいろんな音がするという、これが三味線のすごいところでございまして、でこれを太陽さんと三味線のお師匠が出てくるのが、後ろの壁がぐるんとひっくり返りますとですね、床が出てくるわけでございます。なんであこだけが中華料理店になってんやろと
ねえ、ぐるんとこう出てきはるわけでございますね。そして、この送りと申しますけどね、三重であったり、チンチンツントン、チンチンツントン、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 とこういうふうに始まると、いよいよ、左右の語りが始まるな、ってなもんでございます。チンチンツントン、チンチンツントン、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 あれを聞いてると、年中貧乏、年中貧乏。あ、貧乏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 。あ、貧乏、やっとらでん、貧乏、貧乏。と。こういうふうに聞こえてまいります。面白いですな、口伝の世界というのはね。ついでに申しますというと、あのお琴は13弦でございますから、あれを調節音を合わすのは難しいそうですね。それを覚えるのも開放弦でやりますと、ピラピラパラパラタラパラパンと、こういうふうに音がするんだそうです。タラティラティラタラパラパラパン、これを覚えられないんで、おたやんこけても鼻歌もう一度言いましょう。おたやんこけても鼻うたん。こういうふうに覚えるんやそうでございますね。ですから、先ほどのチンチンツントンが年中貧乏、年中貧乏に聞こえても仕方がないようなところもあるわけでございます。どうしてこんなに詳しくなったのかと申しますと、実は私がなんと豊竹佐喜太夫師匠に、今年、いやー、その義太夫というのを教わったのでございますね。恐ろしいことに二人でコラボレーションをやったのでコラボレーションでございますよ。名人会というのでね、私が三括半七酒屋の段というのをやりました。ほら皆さん、申しましても、何それとこう思いになるかもわかりませんが、ちょっとお聞きになると、ああ、あれかと思い出して、いただけると思います。今頃半七さん、お母さん、やってんの私ですよ。上向いても誰もやってませんからね。だんだん自分が桜井長一郎になっていきますね。怖い色やってる場合じゃございませんが。どこにどうして小ざるをぞ、今さら帰らぬことながら、わしというものないならば、半一村の身持ちも直り、ご感動もあるまいに。どこまでやればいいでしょうかね。いや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 、その拍手の意味は分かっています。もうそれ以上はいい。よくわかるのでございますよ。そういう世界でございますね。実に楽しいのでございます。どこが楽しいかと申しますと、節回しが、まあ楽曲の司と言われるぐらいでございますから、大変難しゅうございまして、それを覚えた以上はどこかで語りたくなるというわけです。迷惑なのは家族でございますね。もう仕方なしに私は犬を連れまして、今頃犬がウェ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 、シャレのわからん犬でございますね。まあこういうふうな思いをするのは私だけではないようでございますが、キャー面白かったな。今日の義太夫は面白かったな。あんな義太夫なんちなもんはな、もうあんな古臭いし、もう言葉わからんし、ないのこっちはわからん、どうせな。文楽見に行ったけど、最初のうちはお人形さんばっかり見て同じように首こう振ってたんやけどな、そのうちにだん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 この太夫の言うてることがわかるようになってくると、面白かったな。三つ違いの兄さんと言って暮らしているうちに、なせてなやこなさん、わしゃがた言うてな。よかったよかったよかった。今頃はあれもよかったな。あんな、見てこんな時間になってしもたが、さてさて、いろんな店が並んだがな、なんか食べて帰ろうかいな。何を食おうか食べようか、きつねうどんかざるそばか、カレーライスかスパゲティ、あれ見あぐれば餃子定食ラーメンか、一層寿司かうな丼か、こら一体どうしたことじゃろう。ああああああ。
ちょっと欲しい、ちょっと欲しい、ちょっとあったあった、おお、そういうお前はおまわりさん、おまわりさん、道の真ん中、道頓堀の真ん中であんた何をこんな大きな声出してんですか。ああ、ここはどこ、私は誰、いつの間にやらこんなところへ。何を言ってんだこの人は、大きな声出してあんた新手のテロやないでしょうね。何をしよう、ちょっとちょっとそこのあの発出場まで来てくれ、発出場まで、発出場、それだだだ、いや違うのでございます、発出場へ、どこなど、それはそれはあまりといえばあまりの仕打ち。だいぶおかしいなこの人は。ちょっと来てください。いや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 、ご勘弁くださいませ、どうぞどうぞご勘弁を。いや私今日ね、文楽を聞いてね、あの聞いてるうちにパーッとなってピャッとなってピャッとなってシューッとなってこうなったん。あ、何言ってるやさっぱりわからん。どうぞ勘にしとくなれ。見ねえか、おお、いつの間にやな、大きな声で語ってしまったんや、えらいこっちゃったな、バーッと逃げてきただから、これどこや、えらい路地入ったな、立ち並ぶ。これはお好み焼きにカラオケバーに天ぷら屋、続いて韓国料理、こちらを見れば文楽じゃや、文楽じゃや、とうとう目までおかしなってきた。しっかり見れば文楽じゃや、やっぱり文楽じゃや。いっぺんこう入ってこましたろ、すまへん、はい、どうぞ。あのお店の方ですか。いえいえ、私客ですね。あ、お客さん、あ、お店の方、いや店の人はそのうち出てきはりますわ。そのうちどういうことです。いや、ここは文楽茶屋ですからね、とりあえずその用意しなあれ。え、何を用意するの。いや客がね、肩着のつけまん。え、いやいや、あの焼肉食べに行くとね、あのほらあのこうエプロンしたりするでしょ。ここはね文楽茶屋から肩着のこうつけまん。で後ろにあるでしょ、あ、これ、あららららあらららあらららあらら、おおおお、これおお、こんな私嘘で名作がいっぺんつけてみたいな思ったんさ、似合いますか。え、誰でも似合うようになって。あ、誰でも似合うんですか。いえ、おお、これ豊竹、おお、すごいすごいもんやな、えらいもんでんな。で、こないしてたよらしいの。そないしてはったらね、そのうちに黒子が出てきます、黒子が出てきます。黒子、ああ、ほんまや、常識幕が開いた、常識幕が開いた、うわー、なんや、真っ黒毛の人出てきた、あの、なんかこう、かぶってな。東西、ただいまより注文をお受けいたしまするわ。豊竹親父太夫、料理人、鶴沢包丁に出会い勤めます、東西東。結婚できましたな。何の感情もない喋りですね。うわー、なんかあの、うわ、後ろぐるっとひっくり返りかけた。あんた文楽見に行ったことあるでしょ。あれが回るんです。うわー、忍者屋敷みたいに。うわー、出てきた。左右出てきた。ひとまのうちよりこの家の主、しずしずといでにけえり、いでくる男にきっと目をやり、やや怪しいやつ、何しにござった。けったいな店ですな、ここ。こういう思考なんです。あ、そうでか、負けてられへんな。腹すいて町をまよ。あんたもえらい病気でんな。そのうちにちとちんとちちちんとたどり着いたるこのお店、何か食べたい、食わせてとちん頼む心のちんちん、いちらしさ、ちち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 、それを察してたまわれと、ちちん聞いてあるじは、あにこと笑い、だ、だ、
てはお客がようござった。何を所望じゃ。とりあえずいただく冷たい生ビール、続いてあても欲しいけど、メニューはどこにございます。おお、かわいやかわいや、メニューはそれそなたの目の前に。おおこれか、えらいまた分厚いでんな、床本になってるんですよ。床本になってるんですか。うわ、中開けたらえらいこれ、まあこれ文楽の、あの床本と同じかーつ大きな字が書いてあるわ。うわ、しかしこれ料理の名前やなし、なんか説明ばっかりですけど。それね、説明をあんたが節つけて読むと、大将が口三味線で料理の名前をポーンと言います。凝った店ですな、こら面白い、一品やったろ。何、うん、ぬくめしに出しかけエビの天ぷらのせたのは、ほうてん、うん、どん、どん、えんどん、バカバカしい店です。えらい大層に言うて、天丼のためにこない時間かけないかのですか。えらいこっちゃせやけど、おもろいな。いがもたれた、そんな時あっさりいただくお料理は、キリキリン、キリキリン、キリキリン、ちりめんじゃこおろし。ちりめんじゃこおろしですか。なるほど、これは面白いなって言いましたな。中華料理で名物は、細切りピーマンと肉と炒めていただくお料理は、はチン、あチン、あチンジャオロース、チンジャオロース。あ、チンジャオロースですか。中華の用で中華でなし、皿うどんの用で皿うどんでない、それは何かと尋ねたら、はあ、ちゃんぽん、あーちゃんぽん、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 何でもできんにゃ。面白いな。ビールの用でビールでなし、ハポシュの用でハポシュでなし、それは何かと尋ねたら、はあ、シャンペン、あシャンペン、あシャンペン、シャンペン。面白い、なかなかあった趣味がよろしいな。落語家は誰のファンですか。あちん、あちん、ブーンチン。あ、ブーンチンのファンですか。なるほどね。あー、そうやないかと思ってまして、なかなか彼はセンスがいいですからな。あ、ベン、あ、ベン、あ、ベンチャラじゃ。あ、ベンチャラでっかい。なんでもできんねや、これやったらな。普通の話でもこれでできまんない。ははあ、苦しい時の神頼み、受験勉強、その後は、はあ、天、あ、天、あ、天神さん、天神さん。なるほど。行ってみたいな、南極へ。氷と氷に包まれて、よちよち歩く、その姿。はあ、天、あ、ペン、あ、ペンギンさん、ペンギンさん。なるほど。北の空から飛んでくる。はあ、テポドン、あ、テポドン。そういうもんを飛ばさんようにお願いしますよ、ほんまに。落語を聞いても笑わない、そんなお方は、鈍感、あ、鈍感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 。面白いな。いや、楽しみですな。いやいや、お待たせいたしました。はいはい。それでは、この、天丼にね、チンジャオロースね、ちりめんじゃこおろしね、それから、これは、シャンペンですか。ちょっと、私、こない注文しましたか。注文したって、あんたは不死、どん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 、これあんた言うたから、私、どん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 作らせて出してもらう。私は面白いから、ただただやっただけやけど。そんなことあんた、今さら言われても、今さら。今さら帰らぬ。いやもうよろしい、もう節聞くのは十分です。ありがとうございます。ほな頂戴します。いただきます。ほなもうこの天丼から言われますわ。これ当たるな。これ意外でこれは語るか。大腸語るになってるわ。いやいや、この店大将語るですわ。ありがとうございます。
できるだけ、面白いところを見繕いましておしゃべりをさせていただこうというわけでございます。また今日は、上方落語らしく、まあお囃子がふんだんに入りました話というところで旅のお噂をちょいと聞いていただこうというわけでございますが、さて大阪の馬の合いました二人の男、一つお伊勢参りをしようやないかと。大阪オーバー東へ東へ、大阪離れて早玉作り、傘を買うなら深江が名所、豊浦松原打ち越えましてやってまいりましたのが暗がり峠。暗がりといえど明石の沖までもこんなことを昔お稽古したのでございます。で奈良見物をいたしまして延べへとかかってまいります。気候がよろしゅうございますからね、もう皆が歩いて旅をする時代でございます。向こうの方からやってまいりましたのは100人ほどの連中で、揃いの浴衣に鉄鋼脚半わらじ履き、同じようにこう傘をこうかぶっておりますんで、まあ遠目から見ておりますと松茸の行列かしめじの行列のようで、その道中の陽気なこと、えらいにぎやかな連中やったな。にぎやかな連中やな。向こうは100人ほどでいいけど、わしら2人だけでこれちいと寂しいことないか。誰でお前旅してんねやんしゃあないが、それはええけどちょっと腹が減った、腹が減ったってなこと言いないな。大阪には昔からそういう言葉、しゃれ言葉ちゅうのあるやないかいな。腹が減ったってなこと言わんと、ダハンが北山そこでも寄るよかってなこと言うてみ。この辺の人は聞いたってわからんやろ。わしが聞いてもわからん。お前はアホやないか。お前はそんなボロクソに言いないな。ダハって何、腹をひっくり返してダハや。なんじゃいな、腹をひっくり返してダハか。なるほど、北山っていうのは北の山の空はいつも空いたように見えるんで、空いたことを北山、腹の底に何ぞ揺れようかっちゅうんで、ダハが北山そこでも揺れようかとこういうわけや。ああそう、あそういうことはしゃべるしゃることはちゅうのはひっくり返して言う。そう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 、人間の体っちゅうのはもうどこでも帰らんところはない。ああそうかな。ああほな頭は玉っちなもんや。なるほど。ほな、デボチンはチンデボや。鼻はナーハや。口はチークや。ほな、目は、目。目はお前ひっくり返したらあかん。なんで、なんでってお前目ひっくり返したら物が逆さまに見える。なるほど。うまいこと言うよな。ほな、手とか毛とか歯はどうなる？そんなもんお前、一つの文字をひっくり返せるわけやないやないか。二つ以上ないとひっくり返されへんやないか。あ、なるほど。二つ以上やないとあかん。なるほど。ほな、耳は、みーみー。せやん、セミやないやさかいな。いや、やっぱりせや、何か耳はひっくり返すところ、物が逆さまに聞こえますか。あんなこと言うな。お前何でもひっくり返り言うといて、こんだけひっくり返らんと言葉に僕面大事もないとお前思わんか。何のこっちゃ、まことに面目次第もないようひっくり返した。お前の方がうまいやないか。嫌になってきた。ああちょうど向こうにな、ニューリアが出てるさかいな。向こう行ってちょっと聞いてみよう。ついといてな。ごめんな、ありゃ。いいお越しやす。いらっしゃいませ、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 いらっしゃいませ。何べんも同じこと言おうさや、このおっさん。何ができる？はい、何でもできます、何でもできます、何でもできます。何でもできんのかい。どんなもんができる？ここに書いてあるものは何でもできます、何でもできますね。ここに書いてあるものは何でもできます。決定なおっさんやな。あ、何でもここに書いてあるものはできねえって。あ、そう。ほんなこの口の上って書いてある。このこれを二人前。口の上。お客さん、そりゃ工場じゃ工場。そりゃできっせんね。その他のもんは何でもできる。あ、その他のもんができんね。あ、なるほどな。ほな、一番お知りのとこに書いてある。元方現金につき貸し売りお断り。あれを二人前、できるか、そんなものが。真ん中ができるんじゃ。ああ、真ん中ができんのか。そうか。とまけほさ、横に読んでどうするんだ。縦に読みなさい、縦に。なんでこう横に上ばっかり読んでいくんじゃ。縦に読む。ああ、縦、分かってんねんけど、おちょくったおろいな、どうでな。ああ、ほんだ、これ、土壌汁っちゅうんだよ。土壌汁頼むわ。あ、土壌汁け。ちょっと待ってください。土壌汁じゃねえ。へへ。ばさ、ばさ、大阪のどうも客人らしいが、土壌汁食べたいとこう言うとるでな。こなたすまが、町まで味噌買いに行ってくれるか。わしゃ、今から土壌すぐに行ってくるで。ちょっとのんびりしたこと言うてんねやないかね。町は近いのやろな。山越えの三里十八町、三里十八町。いてすぐ戻るか。田舎もんじゃ、見ちゃ、山見ちゃ、慣れとるでや。三日もありゃ、うだうだ言うな。そんなん待ってられんわ、酒はないのか。酒はええ、酒ありますよ。お前何しんや、お前。
いい酒ありますよってお前何しんやね。どんな酒があんねん。あらいろいろありますけどね、村雨に庭雨に直雨ちゅう酒じゃ。おう村雨ええ酒やな。名前がええが村雨ちゅうのどんな酒や。これ飲むとのお客さんふろっと酔いが回ります。嬉しいな、ふろっと酔いが回る。村出た途端に酔い冷める村雨。庭サメは庭降りた途端に冷めます。直サメは飲んだケツから冷めていく。冷めていくってお前、それやったらお前酒の中にぎょうさん水入ってんねやろ。いやいや、水の中へ酒ちょこっと入れてる。ちょこっと入れてるやないかな。お前何を言うとね、おもろいことばっかり言うてて、もう酒いらいないな。お、そのスルスルバジに入ってる、スルスルは何や。これはの、今日は村の寄り合いやってな。水分しか作っとりゃせんので、売り物じゃねえんじゃ。そんなもん盛り付けてどないでもなるが、いや、これはできやせん。これは木の実や、売りゃせんのじゃ。そりゃ諦めてくれ。そんなこといないな、な盛り付けて。お、おやさん、今何や、猫が魚くわえて向こうへ走っていったで。いいね、こっちは。ちょっと お前さんたち二人ちょっと留守番してくなせ。頼むんで。お魚くわえたドラ猫が。あのおっさん、いつの時代の人間やな、お前。よう分からんだよ、お前も。後ろからにして、わしについてこい。ほら、行くぞ。あと、こいつは、あのさん。なんでそんな急に走り出すんやな。ちょっとこの傘の下を見てみ。あ、これ最前のお前スルバチ木の目や。そうやな。なも盛り付けてどないでもなる言うてんのに、あのおっさんが、あらもうせこいこと言うよってからムカついたさかいな、傘をはやと隠して、隠してな、これで今猫が魚くわえたって向こう行かしてってバーッとこう取ってきてん。そんなことしないな。そんな人のもん取ったらあかんで。せっかくそれ食べんのにお手塩とお箸色を持って持ってきた。持ってきてんの。お前も持ってきてんの。何を言ってんねやな。二人があっという間にこれを食べてしまいましてな、すり鉢をこのまま置いといたら、足がつくというやつでございましょう。こんなとこ置いといたらいかんちゅうんで、これを草むらの方へ目がけてブエーとこうほかしました。まあところが拍子の悪い時っちゅうのはそんなもんかもわかりません。ほかした先にキツネが寝ておったのでございます。それが普通のキツネやございません。一度えらい目に合わされると七回騙すという七度キツネという悪悪いキツネの頭にコーンと当たったのでございます。キツネですからコーンなのでございます。もうこの辺は分かりやすいのもちょいと入れてございます。カーンと当たりました。ムクムクっと起き上がってまいりましたキツネ。キツネ悪いやつの己憎いわー腐るの旅人よもいなりのつかわしたる狐にかかるものを投げ捨てよった。己どうするか今に見よう。トンボを切りますというと姿が消えてしまいます。せや何ぼーっとしてんねん。ぼーっとしてるってお前、バー来た時こんなとこ川なかったと思って。そんな大変ないこといないな。お前以前より何べんも来てるさか俺はついてきてんねん。いやこの間の大雨でな、土手が破れてこなして結界になって、ほんでわあこう川ついてんのかわからんな。せお前これのもう着物脱いで、この傘の中やな。これをな着物を畳んで、ほんでこういうふうに頭の上や逆さまにこうくくりつけて、お前も同じようにせふんどし一丁になって、そこにあの竹の棒が2本して、それ持ってこい、それ持ってこい。せやんくわしらこんなもんどないすんねん。どないすんねん。あれがひょっとしてな、畑のとこへ川がバーッとこうな、水がついてるんやったとしたら、下にお前の粒とかな、のいどこういうとこあって、わしがお前落ち込んでお前がはまってしもったら死んでまうちなことやさかい、わしがこのボード持ちながらな、前で足探る探る行くさか、お前後ろから深いか浅いか尋ねてくれな。ほんでわしが深いぞって言ったらペッと後ろ引いてくれよ。ほんで浅いぞって言ったらギュッと前へ落ちたらいいね。分かったか。分かった分かった。ほな、せいやんが、深いぞ、言うたら、バッと押すんやな。お？アホか。そんなことしたら死んでまうやないかい。わかってるわかってる。冗談。ほな、行くで。しかし、せいやん、なんやな。こらして、裸で川渡ってると、まるで大井川のようなな。あ、本に大井川。よ、深いか、浅いか。浅いぞ深いか浅いぞ。おー田子四郎や、お前とこの畑旅人が裸になって踏み荒らしとるぞ。どこじゃ
あら、まあ狐にでも騙されとるんじゃろ。おい、しっかりせえ。深いか。あら、ここにあった川は川みたいなありゃせんがな。ああ、なんぞ狐に悪いことせなんだか。ええー、この辺には一度あざすると七回も騙す七の狐という悪い狐がおるんじゃ。はよ行きなされ。もう畑はええで、はよ行きなされ。いや、申し訳ございません、失念でした。二人が恥ずかしいもんですから、どん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 道を取ってまいりまして、いつの間にか山道へかかってまいります。右の方が高い山、左が深い谷合い、そこのところを細い道がスーッと、二人が肩を並べて飛ぼう飛ぼう。いや、急に日が暮れたと思わん。最前昼飯食べようかとか言うてたの。まあこの辺は日が早く暮れんねやな。わしらこれからどうなる。こうなったらお前野宿や。野宿って何。能で寝るさかい野宿やないかい。ああ、能で寝るさかい野宿か。ほな山で寝たら山宿や。新しいとこは新宿、いらんこと言うな。おお、向こうにな、チラチラ明かりが見えるアンデラかなんかや。わしについてこいな。こんばんは。こんばんは。はい。はははは。どちら様。ちょっと伊勢参りの旅の本でございますねやけど、道に行き来れて何をしております。二人ですね、止めていただくというわけにはいきませんやろか。ああ、うちの寺は天寺でございます。もう男の方をお止めするというわけには参りません。さあ、そこのところは雨露だけしのげたらよろしございますんで、本堂の方でお通夜をなさるというのなら雨露ぐらいはしのげます。さあ、それで結構です。お願いいたします。あ、どうぞお入り。どうこんばんは、お世話になります。お二人ともお腹の方は、北山でございます。何もございませんが、雑炊。雑炊ありがたいな。柿雑炊、まったけ雑炊、カニ雑炊。そんな贅沢なものはございませんが、べちょたれ雑炊、べちょたれ雑炊。まあ、何でもよろしい。頂戴します。ありがたい。旅の空でこういうものはいただくのはありがたいやないかいな。いただくんでございます。頂戴いたします。よそたる、よそたる、ちょっと待っとけよ。ちょっと待ってよ。ありがとうございます。さん、ありがとうございます。頂戴いたします。ありがとうございます。兄さん、なんか口の中がジャリジャリ、ジャリジャリするんですけど、これ何でしたろ。味噌が切れましたんで、裏の山の赤土、赤土。えらいもん入れてんな。なんやこの一寸ぐらいの藁みたいなの出てきました。これ何です。藁みたいなもんやございません。藁です。あ、藁かい。えらいこっちゃで、えらいこっちゃなせや。これ、赤土食べて、藁食べてな。これで車間食べたら腹の中に壁ができる。しょうがない。ありがとうございました。まあ、それからお二人お泊まりいただいてすぐにこんなことをお願いするのは何でございますにゃが、ちょいとお留守番。留守番って、こんな寂しい山だろうね。私ら嫌ですよ。いやいや、実は、下の村におさよこけという金貸しのおばあさんがお住まいでございましたんやが、今朝方ぽっくりお亡くなりになってでございまして、どうも貸したお金に気が残るもんと見えまして、看護家の蓋を跳ね上げては、金返せ、金返せと出てきて困るというので、今から下の村へ参りまして、ありがたい念仏の一つも唱えて信ずようと思いますので、どうぞお留守番。そんな話聞いたら余計嫌でんがな。いやいや、こうしてこの寺も宵のうちは静かですが、夜中になりますと本人やかで、絶対な寺やな。あ、べっぴんさんやさか、夜前に男が来る。いやいや、そんなことはございません。この本堂の真裏では、お墓でございまして、牛道ともなりますと、骸骨が出てまいりまして、相撲を取ったりいたしますのが、骨と骨がぶつかって、コツコツとにぎやかな、気持ち悪いな。それから、阿弥陀様の真裏では、これは神仏のお墓でございます。上の村の庄屋さんで、よそへ縁づかれて、すぐにお亡くなりになってでございました。お腹にややがあったのをそのまま知らんとうずめてしもたところが、どうも土の運気でややが生まれたようで、雨のしとしと降る晩などはそこの廊下に明かりがぼーっとさしますと、ややをこう抱きなさって、ねーねーよーと歩かれる姿が本情がある。何が情があるの。いやいや、そういう怪しげなものも、そこのお灯明の日を、今朝には大丈夫でございますので、ではお留守番よろしく。では、いてさんじます。おい!せやん、どないする?どないするって、お灯明の日、今朝が大丈夫や言うたら、行ってみてこい。すんな、ごめん。あ、
もうちょっとでお前、あ、油すやん、これ切れるで。その辺に油どくりないか、油どくり。あ、油どくり、油どくり。あ、たたたたた。おい、それ次出せ。うん、わたた。うん。で、次出したか。次出したらせやん、なんや、ジーパチパチ、ジーパチパチ言うてるで。お前、それ、油やろな。油ってお前、これお前。これ醤油、醤油入れてどないすんねん。ああ、入れてもたまにしゃあないが。ああ、消える消える消える。あ、ついた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 。あ、消える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 。あ、ついたついたついた。あ、せや、消えた。真っ暗になったで。ねーねーよー。うわー、出たー。今のはわしや。なぁ。もう、なあなおしないな、と二人がわわ言うとおります。下の方から、あ、なんじゃ五六人が重たそうなもん担いで上がってきよった。それいけおう、ここ水溜まりが効いてよ。よ、よ、硬いで。あ、おろせおろせおろせ。おい、ちょっと体罰持っておくれ。こんばんは。こんばんは。はい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 。はいはい。アンジュさんいたらしめんで。アンジュさん、いや、なんや知らんけど、下の村へ行きありました。大さよ五家という金貸しのばあさん、顔毛、あげて、金返せ、金返せ、出てくるって、慌てて行きありましたやん。いたらしめん。これ、いいな。入れ違いになったかな。わしは上の道行こう言うてる。お前ら下の道言うさかやん。いや、私らね、実は下の村からね、やってきましたよ。いやいや、もう横になしてましたんけど、どうもな、棺桶の蓋跳ね上げて、金返せ、金返せ、出てきて困るんで、今ここへ担ぎ上げてきましたんや。ちょっと一晩早いんですけど、まあ、これまた持って帰るちゅうわけにいけないので、ここへ置いときましたかい。な、二人でよろしゅう頼みました。ほな、さいなら、おい。せやん。まだこんなん増えたで。どないすんねんと二人がガタ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 震うとおりますと、夜嵐というやつでございますな。風がビューッと吹いてまいりました。この棺桶をくくりつけてございます、この縄がミシ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 パランパラン、棺桶の蓋がポーンと外れたかと思うと、それへ差してずお金返せ、金返せ、うわー出たー。私ら金なんか借りてしまえ、金なんか借りてしまえ、見せ場合の旅のもんでございます。金なんか借りてしまえ、こんな顔です、こんな顔、こんな顔は金は借りてしまえ、単なる旅人でございますって、どうぞお許しを。伊勢参りか。伊勢参りでございます。伊勢音頭歌え、よう歌わよう歌。歌はなんだらそこへ行く。あ、今度よろしい。歌います、歌います。お伊勢だな旅、熊のにゃさんど、よいよい。合わさえてよろしい。合わさえてよろしい。あたごさんにはな。たごしろや、最前の旅人が石の地蔵さんの前で伊勢音頭を取るぞ、あれは。あら、また騙されとるんじゃ。おい、しっかりせえ。おいせえ。何かおいせえじゃ。また狐に騙されとるんじゃ。ああ、こない騙されるといかんぞ。あれ、ここにあった。今度も何がある。あんなところに。お寺の塀があるわ。もう狐がむしろ加えて立っとるんじゃ。ああ、これはいいわ。お前そっちから行け。俺はこっちから行くで、捕まえてしまえ。そーれー。そーりゃー。そーれー。捕まえた、話すなよ、話すもんか。力がおとぎつきの恐ろしいもんでございますな。キツネの方は逃げようとする、こちらは逃がさまいと言うんで、おっぽをグワーッと引っ張りますと言うと、ズボーン、おっぽ抜けた。そら畑の大根じゃ、それは。また騙された。なんでこない騙されんねえの。よう騙されるの。こうなったらお前たち二人ともな、お払いをしてもうた方がええ。お払いと言いますと、この石段を五段ほど登って、まっすぐ道があるで、その突き当たりが神社になっとるでな、そこへ行って、神主さんに、貸し込み、貸し込み、ってやってもらいなせ。わしらもたまにそういうふうにお払いしてもらうんじゃ。そうでか、ほんなら、お払いしてもらいます。ありがとうございました。いやー、せや、えらい目に遭ったな。大根持ってきた。持ってきないな、お前。いや、せやけど、この大根をエベスさんにあげたら喜ぶな。なんで、エベスさん、大根をくんって何か言う。
お前そういうシャレを言うために生きてんのか、お前は。何を考えてんねん。せや、あれやな、この一段、最前、五段ほど言うてたけど、だいぶ登ってきたけど、なかなか上へ着かんのはどういうわけやろな。お前ら水車の上で何回っとるんじゃ。これ水車け。水車けじゃありゃせんがな。最前から見てたら水車の上へくる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 。サツカネズミか、おめえたちは。はい、降りて行きなさい。えらいすめんでした。いやー、えらいすめ。早く。えらいことやったな。おーい。誰やせん、向こうから来たで。おーい。お前誰や。俺。俺って誰や。俺。あー、大変。金振り込んでくれ。金をくれ。どういうこっちゃ。おい、あれが俺詐欺やないかい。ああ、また騙された。石の地蔵さんやがな、ああ、地蔵さんに騙されてしまうやなんて、一度ならず地蔵さんの、何を言うてんの。喋りにくいシャレを言うな、ほんまに。アホか、ほんまにもう。こんなとこおったらあかん。ああ、次のもう、ああ、村へ行こう。ちゅんで、二人がどんどん道を取りまして、峠を越えますというと、宿屋町でございますな。有形のことでございますから、宿屋の女中さん、番頭さん、この辺が出てまいりまして、お客様を一生懸命呼び込んでおります。どうぞ、皆さん、お泊まりさんやございませんかいな。どうぞお泊まりくださいませ。ありがとうございます。こちらは伊勢屋でございます。大宮でございます。どうぞお泊まりくださいませ。ここへ泊めてもらおうな。この度はお泊まりどうもありがとうございます。早速でございますが、お風呂になさいますか、午前になさいますか。どうぞ。あ、風呂の方がいいな。風呂を先いただけますかいな。あ、お風呂でございますか。当宿には、温泉が湧いてございます。温泉、なんかおかしなもの入れてこう混ぜたりなんかしてない。なんでございますか。いやそういうことがちょっとあったもんでこう気になってね。当方はかけ流しの湯でございます、ね。あ、かけ流しの湯なら結構。露天風呂がございます。露天風呂ありがたいな。露天風呂入れてもらえないかいな。はあ、ありがたいありがたい。しかし旅の空でな、こうしておい、露天風呂に入ってこう岩風呂でな。いやー、こうして肩まで使ってると気持ちがいいな。お前なぜやん、今日はいろんなことあったわ。せやけどこうして、風呂に浸かってると体の芯からじわーっと冷えてきたな。ほんまに冷えてきたな。おれ、その方たち川の中で何をしておる。これ川ですか。川ですかではない。身どもが峠を下ってまいったところが、なんであるか、二人の男が川の中でいい湯じゃと。沐浴か、それは。新しい宗教の始まりか。いかがいたした。何、七度狐というものにどうも騙されたような気がする。最初が川だと思うたら畑でやった。その次にアンデラで騙されて、尻尾じゃと思うたら大根であって、それから水車の上を歩いてオレオレの詐欺で、そして、この度の川を温泉と思うたか。あと一度じゃ。さらば。あ、さらばじゃございません。どうぞ我々連れてとくなれ。もう身どもでよければついてくるがよい。そうでございますか。お願いいたします。早き者き。違う、これで安心や。お侍に守ってもらったらわしら何も心配ないな。こちら狐。これが狐か。そうに決まったらやないかい。せやさかいに、あんなまあのいう時に出てくんじゃないかい。せやろ、体の芯からじわーと冷えるな。こりゃこりゃって出てくれるか。そうきつねや、うん、そう、あのな、日本たばさんでるやろ、あの帯の横から太い尾がずらっとこう出てくるさかい。そこにな、棒があるやろな。それを持て持て、でわしはこの棒でな、後ろから殴りかかるさかいな。ええか、合図を送ったら、ええな、分かってんな。行くぞ、それ、今や、よっ。お前は中村勘九郎か、お前は。いや、勘三郎、何をごちゃごちゃ言うとんの。何をそんなこと言うてる場合やないやないかい。はよ、ちゃんと見てみ、おっぽがれろ、おっぽが、おっぽ。
違う、おぽ、おぽないで、おぽは。なことあるかよ、お前、きつねえ、おぽがあれやろ。おぽない。息止まってるで。脈出ないし。ほな、侍殺しようだんか。どうしよう。両名の者の表を上げ。調べによると、広く清八とが申す者、証人でありながら、もののふを騙し討ちにいたしたその罪とが軽からず、早速名称を打ち返といたす。今宵は呪郎申しくる。下がれ、下がれ。はぁー。すいやん、どういうこと？今言い合ってないかい。なんて、呪郎や呪郎。呪郎って何？乳郎と書いて呪郎と読むね。呪水自殺というのと一緒や。な、牢に入ることを呪郎、呪郎っちゅうね。あ、そう。知らんかったやん。ごめんね。ごめんね、呪郎。何を言うとんねん。お前、この場になってまだそんなシャレ言うてんのか。わしら首切られねえで。嘘、嘘やあれんがな。二人が牢に入れられまして、シューンとなっておりますが。せや、いざとなったら、お役場がしっかりせえって言うてくれるよな。そんなことはあるかい。クソクソ。いやー、ついに騙されよった。月の騙すと言いながら、六度しか騙さぬというのが、これ七度目の騙し。わしと間違うて本物の侍を殺してしもうた。明日はその首打たれて死んでしまえ。狐が天窓からシュー。せや、どういうこと？今言うたやろ。何を聞いてないのかい。七度騙すと言いながら六度しか騙さんというのがこれ七度目の騙しって。何遍騙すの？分かってないな。せやからな、七度騙すと言いながら六度しか騙さんというのはこれ七度目の騙しやっちゅうて、合わせて十何度。いやかましわお前。明日首切られねえ。ええー、嘘と二人がシューンとこうなっておりますな。カラスカーで夜が明けます。まあお情けでございますな。目隠しをこうしてもらいまして、後ろ手にこうくぐられます。土壇場と申しまして、穴がこう掘ってございますね。そこのところへ二人がこう後ろ手にくぐられて、首を前へぐーっとこう出す。いよいよ最後でございます。まあこの役人が出てまいりまして、二人の首をばズバーッズバーッ。わしの首ありがとうございます。年齢を重ねるとなかなか面白いこともあるもんでございますな。この間あるおじさんが高速道路でと車運転してますとね、カーラジオで高速を逆方向へ走ってる車1台あります、気をつけてくださいって。アホと違うかお前よ。1台やないな、全部こっち向いてるがな。しかしながらこう運転をするっていうのはプロの方にとってはこれまたね、あれお仕事になると大変でございますな。まあどんな仕事も、お仕事ということになるとそれは大変なんでしょうけどもね。客が乗ってくれんね、本当にね。もうね、60回ってこの年でまだこういうタクシーの運転手をやってんだけれども、今日も駅前でずっと2時間待ってね、やっと乗ってくれたと思ったら1メーターで終わって思って。売り上げが上がらんね、本当にね。早く入庫せないかん時間や。夜遅なってきた。雨降ってきたんか。かなんだよお前ね。長距離ないか乗ってくれへんかね。
ああ、手上げてる、手上げてる、手上げてる。ああ、酔っ払いか、かいそう。酔っ払いはかなんね、もうあれな、後ろに乗ってヘド疲れたりなんかすると、もう帰って入庫してからもう車あろうてた朝になってしまうからな。女の人、おお、白い、お洋服で髪の毛長くてね。ああ、綺麗ね。ああ、雨降ってんのに傘もささんと、気の毒。あ、乗せてあげよう、乗せてあげよう。いい。あげる。はい。どうぞ。すいません。いいですか。閉めますよ。はい。どちらまで？どちらまでですか？いや、草場町までお願いします。草場町。気色の悪い名前ですな。草場町、どの辺りです。どっちでしたかね。まっすぐ行っていただいたら結構です。あ、まっすぐですね。はい、じゃあ行きますよ。いやーねー、夜遅くね、若い女性で髪の毛長い方はね、おいであなたね、乗せてね、タクシーの運転手同士でよう言う時あるんですよ。乗せたはずなのにね、この誰も乗ってないいうようなね、怖い話をすることがあるんですよ。もう夜中はこれだいぶ待ってますからね、乗せたはずなのにね、このルームミラル靴下直してたんです。びっくりするじゃないですか。いや、すいませんない。いや、びっくりした、ほんまに。いや、靴下直してたで全身が見えようになってしまったから、行きますけど、いや、びっくりしたな、本当に。いや、びっくりした、本当にね。すいませんでした。いやこの間もね、もうえらいことがあったんですよ。どんなことがあったんですか？いや、誰も乗せていないのにね、シートがぐっしょり濡れてるっていうことが あったんですよ。誰も乗せてらっしゃらないのにシートがぐっしょり濡れたんですか？運転席ですけどね。どうしてなんですか？いやー、もう私も年ですからな、もう高速道路をね、走ってましてお客さん乗してない時でよかったんですけどね、もうトイレが辛抱できなくなりましてね、もう止める力がないもんですからね、思わずジョッとこうね。大丈夫ですか？今日は大丈夫ですか？大丈夫です。今日は尿漏れパンツ履いてますから大丈夫です。尿漏れパンツ履いてらっしゃるんですね。もうね、もうこの年ですからね、そういう用意をしてこうね、仕事に就かないといけませんのでね、喋ってていいんですか？あ、いいですよ。いや、この頃ね、若い人ね、車にね、お乗せしてね、こうね、喋ると嫌がる方多いんですよ。乗ってくんなりスマホばっかりいじりましてね、なんかね、夜ね、スマホね、暗い車内でね、いじられますとね、青白い光がこう顔の下からバーッと当たってね、なんか幽霊みたいに見える時があるんですよ。あ、大丈夫ですよ、お話になって。あ、そうですか、ありがとうございます。いやー、本当にね、何を話すればいいのかな。いやー、テレビなんかどんなご覧になるんですか？いやー、あんまり見ないんですよ。あー、そうですか。いやー、演芸図鑑なんていい番組あるんですよ。あー、なんかお花とか作るんですか？そっちの演芸じゃないんですけどね。そのお花とかそのね、そういう演芸じゃなしに、お笑いの方のそういう番組ですな。ああ、そうなんですか。何時頃やってるんですか？もう日曜日の朝早くからやってるんですよ。あ、大体寝てます。あ、そうでしょうね。寝てるでしょうね。私らもそういうのは好きでね、見てるんですけどね。最近はもうね、私どもなんかこう、若者のバラエティがよくわからないんですよ。
どういうことですか。ほら、あの、なんか流行り言葉あるじゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんとかいうのはさっぱりわからないんですよ。だからなんか、その前になんか、あの、流行ってましたね。あの、ダメよ、ダメダメとかいう。あ、ありました。そう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 。あれはね、ダメよ、ダメダメ。あれは森進一がね、あの、最初だと思ってるんですよ。何なんですか。いや、ご存じないですか。ダメよ、ダメダメ、いけないと。どなたですか。どなたって、これ森進一さんのモノマネしてるつもりなんですけどね。森進一さんご存じないですか。あの、存じ上げないんです。そうですか。あ、そうか、若いからな。音楽なんかどないして聞いてあるんですか。ダウンロードしてます。ダウンロード、ダウンロードっていうのは道に羽毛が落ちてたりするんですか。は、いや、ダウンロードっていうのは道に羽毛が落ちてるんですか。いや、それはダウン道路じゃないですか。ちょっと似てるんですけどね。へえ、そうか。ああ、レコード、レコードって記録のことですか。そう、そうですね、記録のことをレコードって言うんですけど、あ、レコード知らないか。レコード A 面と B 面ありましてね、それをひっくり返して聞いたりなんかするのが楽しみだったんですよ。そうだったんですか。そうですよ。 A 面も B 面もなくなりまして、 AB がなくなったら CD になったんですよ。反応が遅くてすいません。いや、いいんですけどね。そうですか。へえ、そうか。でね、この CD になったから次は EF かなと思ったらダウンロードするようになって、そうか。ね、でもテレビもね、もう見るものはないんでね。ほんでね、まあ演芸図鑑ばっかり見ているというようなことなんですけどね。ね、あの、あれ、あの、BS なんかでもいいのやってますね。時代劇なんかね、鬼平犯科帳とかね、自殺仕事人とかね、この人、ああ、いい役者だな、なんて思う人は死んだ人ばっかりですよ。本当にね、で、コマーシャル入るとね、尿漏れパンツとね、もう、コンドロイチンばっかりですよ、本当にね。あれ、私、目がけてやってるんです。ああ、そうなんですか。それはいいんですけど、あの、あ、そう、そうですね、喋ってばっかりですね。お住まい、どの辺で、あの、おろしすればいいですか。あ、すいません、その、あの、街灯のついたり消えたりしているあたりで。あ、そうですか。あ、このあたりですか。はい。あの、運転手さん。え、なんですか。あの、ちょっとすいません。どうしたんですか。あの、お金がないんです。やめてくださいよ。最初崩した直してたいてびっくりさせといて、その後私におもろい話いっぱいさせといて、お金がないってどういうこと。いえいえ、あの、お家へ入りましてね、あの、今ちょっとお財布取ってきますんでしばらく待っててください。ああ、早違いよお前ね。あれから10分も経つの、何しとんねんお前。どうなってんな。こんばんは、こんばんは。はいはいはい、どっちですか。運転手ですねんけど、タクシーでね、こちらのお嬢さんやと思うんですが、お送りしてね、まだ料金いただいてないんで待ってるんですけど。あ、ちょっと待ってくださいよ。はいはいはい。何かやなしに、あの娘さんをあのこちらまであのお送りしてきたんですけど。娘って、あの、何ですか。この子ですか。あ、この人です、この人です。あ、そうですか。さっき病院から電話があったんです。亡くなった言うてね。そうですか。帰りたかったんです。そうです。あなたにね、魂だけ送っていただいたんです。ありがとうございました。生んだぶ、生んだぶ。生んだぶやないでしょう。いやー、ありがとうございました。ちょっと、おばあさん、そこどいて。何を思ったんか、この運転さん、スカスカスカーと家の中入ってまいりましてね、襖をシャーッと開けますと、最前の娘が茶漬けを。いやないでしょ、あんた。ほんまにもう、そんなことで騙されると。
思ってんのかほんまに。いやしかしどうしてわかったの。5年前にも同じ手でやられたわ。ありがとうございます。もう一席のところお付き合いをいただこうというので、出てまいりました。まあ、落語の世界といいますのは、まあ、先輩がたくさんいらっしゃいまして、なかなか、上上がっていくというわけにはまいりません。定年もないのでございます。その代わりいつ定年になるやわからんような寂しい一面も持っておるんでございますが、女の人はどうでございますかね。結婚をなさいます。これも、まあまあ昨今は、ずっと独身で頑張るそういう女性の方も増えてまいりましたですけれども、いつまでたってもやはり女の方というのはこの色気というものをどこか残しておいてほしいものでございます。我々男性の方もそういう部分がひょっとしたら求められるのかも分かりませんが、女の人の色気というのは男とちょっと違いまして、斜め斜めにするとええねやという話を聞いたことがございますね。男はボーッとしたもんでございますけど、女の人はやっぱりこう女という字もこう斜めにこう女というふうになっておりますから、何事も斜めやそうでございます。物を取る時でもこちらに左側にありますのにこの右手の方でこういうふうに取ると女らしい見える。右側にあるものを右手で取らないで左の方からこういうふうに取るというのが、これが見せ方やそうでございまして、従ってまあ、真っすぐ向いてんとちょっとこう斜めにおなりになって、こんなところで別にレクチャーせんでもよろしいですけど、でちょっとこう斜めになさって、でこのイヤリングをお外しになる時もこの反対側斜めの方からこう外しておいてこういうふうに置かれるこういうふうに置かれると色っぽいやそうでございますがね。ところが昨今の女性は皆抵抗を張られると言いますかね、これがどうもその男っぽく見えますから、どうぞ、まあ、こういうふうに斜めになさるとよろしいかと思うんでございますが、それも随分時代でございますね。私らの学生の頃にはそうですね、ちょうど70年の安保屋というような時代でございましたですから、学生の方でこの激しい方はですね、学生運動なさってアジテーションなんて言いまして、我々はなんたらのなんたらなんたらなんたらでなんたらのということを言うてて、私ら何言うとんやろな思いながらですね、胸のポケットにいつも扇子を入れまして、まあ、こっち入りな言うて落語の稽古ばっかりしとったような、そんな学生時代でございましたですけれども、この間私行っております大阪の関西大学、驚きましたね。入り口のところで、今日のお昼から集会がありますんで皆さんお集めになってくださいませって言うてんのは男でございます。えらい時代が変わりましたわ。そない変わるかいなと思うぐらいでございますが、まあ時代が変わりましても奥様というのはやはりいつまでもこの女性としてのね色気というのをお持ちいただきたいと思うわけでございますね。まあどういうわけでございましょうかな。そういうことをすっかり忘れます。これが困るんでございます。その上長生きまでするんでございますね。女の人と男の人、おじいちゃまとおばあちゃまがいらっしゃる。もしもこのおばあちゃまがお亡くなりになるとおじいちゃまは後追いかけるようにお亡くなる。ところがどうでございますか。おじいちゃまがお亡くなりになってもね、もう言わんでも分かってはりました。もうおばあちゃまはまことに長生きをなさるんでございますね。ね、男というのはおばあちゃまが亡くなると後追いかけるようにこう言いますけどね、ただ脇にこういうのがいける人は長生きするんでございますよ。こっちの方に気ぃつこうとおりますからね。昔はそういうことをでけたんやそうでございます。二号さんお出かけさん、こういうのが落語の世界にはちょいちょいと出てまいりますね。羨ましい話でございますな。もう落語家もこの頃はもうテレビ出るようになってから何にもできんようになってしまいました。もうこんなことなら一般の仕事についておけばよかったな思うようなことでございますけれども、まあ本当にねえらい時代でございますな。そういう昔はちょいとお手掛けさん二号さんなんていうのはですね、表通りのところにこの家を持たすうちな、まあ、賃貸にしろ何にしろそんなところには住んでしまえんわ。みんなちょっと裏ちょっと入ったところですね、黒塀のみこしの松が松が松ってこうこういう感じでね、こんな大きな松じゃないですけど、まあ、でこう中入ったところにこうだいたいこのなんですな、かいらしい動物こう出ますな、
昔の犬ですから今のようにラブラドールとかそんな犬は飼わしない。チンというやつですね。ブサイクな犬でしょ。チン言うのは大体ブサイクだよな。文鎮でえらい悪かったな。このチンというね、ブサイクな犬を膝の上へ乗せて入ります。どうしてこのお手掛けさん2号さんがそのチンを膝の上へ乗せているかと言いますと、このチンと見比べて自分が美しく見えるよう、相対性のものの考え方なんでございましょう。ところが中にはチンの方が可愛いという人いてたんやそうでございますよ。もうちょっと進むと、あんたチン産んだのというよう、そういうちょいとしたお家があるところへ旦那がたまにやってまいりますと、お話の方が始まるのでございますな。わな、いてなるか。まあ、旦さん、えらいお久しぶりでございます。どう遊ばしたんでございます。えらい、また急に。もう、おっしゃっといていただいたら、お酒の用意いたしましたのに、なんともできてしませんね。ちょっとお待ちなっておくれ。もう今、すぐにお酒の用意いたしましたが、いやいやいや、今日は酒を飲むというのは、そんな気持ちにはなれんねやがな。まあ、どう遊ばしたんでございます。おかんの色もえらい悪うございます。どう遊ばされたのでございます。いや、どう遊ばされたと言われてもな、まあまあ、いっぺんお前もそこへ落ち着いて座ってな、話を聞いてもらわないといかんねえけれどもな、お前さんともずいぶん長い間になんねえけど、今日限りわしと別れてもらいたいねや。ああ、いやいや、急な話で誠に悪いねえけどな、ここにな、手切れというてはなんやけれども20両のこの金があるさかな、これを手切れてもうて取っといて。もうどう遊ばしたんです？急にお越しになられて別れ話ですか？なんで？はあ、はあ、そうか、千の五両さんがお亡くなりになられて、四季会議も済まされて、で新しいお嫁さんをおもらいになる、で私のことが邪魔になるさかいで別れようと、こういうわけでんの。あ、でこれが手切れ20両たったの。もう私はこうして今日まで旦那にお世話になってきたのは、こんなお金が欲しいてお世話になってきたんやございません。旦那に神経惚れてりゃこそ今日までお世話になってきたんやございませんか。こんなわずかの金で別れてくれやなんて、そんなこと言われんやったら、お前はもういっそのこと死んでしもた方がよろしい。いっそ死んでしまいます。ああ、派手な女やな。いやな、そんな新しい嫁さんをもらうというような陽気な話やないねやがな。実はお前も知っての通り、このところ世間は景気が悪うてな、なんとかせないかんと思って相場に手を出したところが、これが裏目に出てしもてな。ああ、まだ店のもんには言うてないねやが、来月にはもういい屋敷見らな、はあ、人さんの手に渡ってしまうことになってしもうたんや。そうなってからお前さんにこの手切れを渡すというわけにもいかず、今ならなんとかなると思ってこの20両持ってきましたな。これをどうぞ、おお、取っといて。いやいや、ああ、いろいろ言いたいこともあるやろが、これを収めといて。欲しいのよ。さよか。で、旦那はどう遊ばすんでございます？いやー、わしもこの年やさかいな、また一からやり直すというわけにもいかず、さあどうしたもんじゃろうと思って思案をしておりましたんやが、おはな、お前さん嬉しいことを言うてくれたな。わしと別れるぐらいなら死んでしまいたい。いや、言うてくれた。一緒に死のう。心中しよう。え、誰が？誰がやないがな。お前とわしが心中すんにゃ。なんで？なんでやないがな。お前いっそ死んでしまいたいと言うたやないかい。私？どの口？どの口やない。何を言うてんねやな。言うたが、そらまあ、なんなんな、そら一回ぐらいは付き合わせてもらいますけど、芝居見に行くにはないねんね。ああ、一緒に死のう。ああ。
今から行くと日がこうな、高い島田人さんも行さん歩いてあるさかい、思い立ったがきっちりす今夜しっかそうなの。でもうちにお母ちゃんが、おかんな、おかんのことはこの20両があったらなんとかやっていけるわな、これでな、おかんに渡しといて、いやいやいや心中することは言うたらあかんねんな、なわしな、あの一遍帰ってまたあのちゃんとそのつもりしてくるさかい、お前さんも身辺きれいにしてな、あの9つ過ぎに迎えに来るさかい、なにわ橋の橋の上から身を投げるやないかな、そうしよう、ほんならな、後でな、ちょっとちょっと旦那、旦那だ、まあ気の早い人やわ、もう私何も、死ぬ言うてんのに、弾みで言うてるだけやのにな、えらいことになったんちゃうかしら、これえらいこっちゃわん、これどないしたらええのかしら、お母ちゃん、お母ちゃん、お花聞いてましたで、あんた、いや星の絵ももうちょっと持つと思ったけど意外ともろいもんやな、そんなお店の話より私はどうしたらええのよ、どうしたらええのよって、あんた心中しなあれ、あおなこと考えてよ、何言ってんねんお母ちゃん、いやいやいや、私若いねんからまだまだおいしいもん食べて面白い旅もしてみたい、行ったことないとこたくさんあるの、いや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 、もう餃子に行きたいとこたくさんあんねんとか、いやいやいや、もう死ぬなんか、いやもういや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 、あそうやお母ちゃん行って、なんでやねん、なんで私が行かないかね、青と違うかいな、この子はな、あそうや、あのな、お母ちゃんがな、しないでもええ真珠の仕方っちゅうのを教えてあげよう、しないでもええ真珠の仕方、どないすんの、あのな、ここの杉に迎えに来る言うてなったやろ、ほな手つないでな、一緒に行きなあれな、ほんでな、橋の上へ行くやろ、何やましな、橋から見投げる言うてなったさかいな、ほんでな、橋の上へ行くとな、こうして手を合わせてな、ナムアミダブツとこういうねんで、な、うちはホッケーやけどな、もう真珠の時はナムアミダブツやないと死なれんねや、あ、妙法蓮華経な、妙法蓮、だんだん元気になっていくだから、ナムアミダブツとこないねんで、な、あ、ほんでな、男というのはな、いざとなったら心細くなってからに手と手を紐でくくって死のうってなことを言うけど、そんなことしたら仏さんの罰が当たって末に夫婦になれんって聞いたことはおまっさかい、どうぞ堪忍しとくんなれって、断りなあれや、ええかよろしいな、ほんでな、向こう行って「あんなもん阿弥陀仏」とこう言うてからポーンと飛ぶねやがな、前へ、アホやな、前へ飛んだらはまってしまうやないか、後ろへポーンと飛ぶねやな、あそんなことできる、できるのよ、男というのはいざとなったらな、もう目もかすんで何を分かったらええの、ウロンが来て男っちゅうのはそんなもんやねん、ああそういうもんそういうもん、お葬式の時でもそうやろ、女の方がテキバキテキバキやってんのよ、男はタバコ吸ってバババババババッとしてるだけや、何の役にも立たへんのよ、あんなもん、なあせやさかいな、あーこのなあ、はあこのところで南無阿弥陀仏ずーポーンと後ろへ飛びなあれ、なあいけるやろか、あいけるって、そうしけどお母ちゃんえらい真珠に詳しいやないの、当たり前やな、わたいかってあんたぐらいの時はあんた真珠の五六遍は五六遍してたんだ、いっぺんやってみんな、ほなそうしようかと、ええ加減な親子でございますな、時刻がやってまいりますというと旦那がやってまいりまして、おおな、私だな、行こうか、もうちょっと旦那ほんまに行きはんの、えいやかな、まあ、いやいやほんまに今夜、ちょっと待っとくなれや、ちょっと何をしてんねんな、いやあの今ちょっとあの羽織取りましたかい、羽織みたいなええやないかいな、表冷えてますじゃないかいな、もう風邪ひいたら嫌やもうお前おかしなこと言うな、今から死にに行くのにお前別に風邪行くも何もそこかで達者で死にたい、達者で死にたい、きったりなものの言い方やな、せやろわしはお前のそういうところがちょいとな、ああ惚れた、ああわけかもわからんな、ああほなはよ出といな、ね、今思うて誰も通ってさあさあ、はよはよ行こうと手を取りまして、夜の町この境筋を北へ北へかかってまいりましたのが浪花橋。Thank you.
お花、お花どこにおりますんじゃ。ここにおります。どうぞ構わんといとくんなあれ。何を言うと。構わんといとくんなあれって、一緒に心中する人間がそない離れてどないすんじゃ。うん、もっとこっちおいなあれ、こっち。もう旦那、なんぼ心細になったさかい言うて、手と手を紐でくくって死のうてなことをおっしゃっても、お渡いは断りますさかいな。誰もそんなこと言うてへんが。こうして、橋の上から川を見ると、黒で何も見えんが、こっから先が、メイドや。はあ、橋の腕名で所帯を持とうやないか。こうして手を合わせて、南無阿弥陀仏。お花、お前なんで後ろへ下がんな。もうちょっと前へ。南無阿弥陀仏、火の船三つ。旦那、星の宿旦那。気の早い旦那やな。後ろへ飛ぶ今も何もあらへん。勝手にボーンと抜いてしまいやったわ。ああ、旦那。綺麗なお月さん。今この橋から星の屋の旦那が身を投げ沈んだを知っているのはこのわしとお月様の二人だけ。どこぞで聞こえるシャミの音が時にとっての枕経。どうぞ成仏しとくんなれや旦那。この通り手を合わせて拝みます。阿南無阿弥陀仏。ちょっと待っとくなれな。私もすぐに後から行きましたかいな。ほんのちょっと待っとくなれ。わずか50年ほど。ほな、わたいこれで帰りました。さいなら、失礼。こんな失礼な女はございませんな。お母ちゃん、ただいま。まあ、お花帰ってきたやないか。どうやった？お母ちゃん、うまいこと言ったんやわ。こっちが後ろへ飛ぶ前に向こうがどんどん先に行きはったんやわ。いつも旦那早いの。知らんがな、そんなこと。何を言うてんねんな。そうか。せやけどなんか星野の旦那に私悪いような気がして。最初はそない思うねんてな。こんなん2、3人来ないとなんともないよな。そういうもんかな。そういうもんよ。あ、そうか。ほんなら何や、それ聞いてホッとしたわ。なんかお腹空いてきたわ。なんかないの？お茶漬けでも食べてねんねんしなはれ。ほんならそうしようか。と、お茶漬けをいただいております。表の方はお月さんが出ておりましたが、それがいつの間にや曇ってまいりまして、ポツポツと降り出した雨、盆を返したようにずーちょっとわけ、こんばんは。ちょっとわけ、ちょっとわけ、こんばんは。はい、はい、どなた、どなた。とうすけ出ます。ちょっとわけ、とうすけの、ちょっと待っとくなりや。今開けましたかい。まあ、あんたこんな雨の中、こんな夜遅に一体どうしたんや。いや、えらいどんすんのへんな。いやー、急に降ってきよってからね。いやー、なんやの、いや、あの、星の屋の旦那、来たらしめんか。星の屋の旦那、星の屋の旦那は一遍来て帰りはって、はまりはって、はまりはって。いや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 、こっちのことやけどな。星の屋の旦那どうしたの？いや、どうしたのってあんたな。いや、私に、今日昼間の疲れがあったもんやさかいね。ああ、早めにとこに入っておりましたんやけどな。なんじゃ、ここんとこ、胸をぐーっと押されるような気がして、目が覚めましてな。まあ、こう眠ためを起こして見てみると言うと、アントンの横に誰や座ってるや、お前んかいの。お、誰が座ってんやろなと思って、よう見てみるとな、これが髪の毛はもっと今切れてザンバラ髪。どことで言ったんか、この眉間のところからザクロのように割れて血がたらーっと流れてな、着物はぐっしゅりと濡れて、よう見たらこれが
星野屋の旦那やお前か。星野屋、星野屋の旦那でっかって言ったら、どうすけ、お前えらい女世話してくれた。お前の世話してくれたあのお花に騙されて、わしは一人でこっちへ来てしもた。あのお花が恨めし、あいつを呪い殺す。一人で人を思いに殺すよりもじわりじわりとあのおかんも一緒に取り殺す。ついてはあの女子を世話したのはお前やよって、とすけ、お前んとこにも毎晩寄せてもらう。どのおとりゃー言う自分の声でパッと目覚めまして、よう見たら誰もいてないね。はあ、夢やったんや。はあ、よかったと思って安どんのネギ見たらで、畳がぐっしょりと濡れてますのよ。あんた世話してくれんのええけども、あんたなあ、この子また次のあんた男の人世話してもらわないかんのに、聞いてしもって、あんたつんべらばの頭なってどないすんねんな。何を言うてんねんな。あ、おかんな、この度の出来事は後ろで糸を引いてたんはあのおかんやさかい、あのおかんも一緒に取り殺すと言うたったことをここで再び付け加えておきます。そんなもん付け加えてもよろしい。ほら、もうこられたらしゃあないな。あんた髪の毛切りなはれ。いやよ、背に腹は変えられへんがな。ほんなちょっと待っとくんなりよ。藤助さん、えらいお待たせいたしました。これ切りましたんで、どうぞこれお供えしとくんなれ。おたえ髪の毛が生えてくるまでこうして姉さんかぶりして過ごしますわいな。おう、切るなったか。よう切りなったな。これで仏さんなりありますし、いや成仏してあるわ。よかったよかった。これで浮かばれますわ。それで浮かばれましたのか。浮かばれます浮かばれます、お前さん浮かばれます。あら間違い、お前ほんまに、ああほんまです、ほんまです。なんやったら本人に聞いてんまよか。どういうこと。旦那もうよろしいで、入っといなりゃ。こんばんは。わー出たー、生だ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 、おーこの髪の髪の毛をこれお揃いしますけど、どうぞ成仏しとくんなり。おい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 、そんなおめえ、そりゃ驚かいてもええがな。わな、わしは死んでええがな。この通りちゃんと足もあるがな。ああ幽霊でも何でもないで、よう見んかい。あ、旦那、しやけどあの時確かに変わんなかい。どぼん、そう、確かに旦那はな、あの時に飛び込みなかったわいな。お前は下を見なんださかい分からなんだやろけれども、橋の下に一層な船が燃やってあって、そこのところへ船頭とわしが旦那の着替えを持って待っておったと、こういうわけや。なんでそんなことを、なんでそんなことをクソもあるかい。いや、昨日な、旦那がうちへお越しになられてな、千の女房が亡くなって司会儀も済ましたことやよってに、そろそろあの新しい嫁をもらいたいねが、ついてはあのお花を直してやって嫁に迎えてやろうと思うねけれども、どうもあいつには心根のわからんところがある。
あいつの神経を知る栄法はないかいなと相談を受けたもんでな。でまあわしがこの狂言を思いついたとこういうわけや。もしもお前があの時に旦那とええ手に手を取って川にドーンと飛び込んでおってみ、お前はすぐにな、ああ星の絵の五郎さんになるって左打ちや大きい思いをと暮らせたもんを、そうして髪の毛も下ろしてしまよって気の毒なこっちゃ。もうそうでしたんかいな。それやったらあよ言うてくれやったらよかったのに。今からもっぺん箸行きまよ。行けるかよ。言うとね、ほんまに気の毒ちゅうのはお前のこっちゃな。不憫なもんじゃ。そうして髪の毛も下ろしてしまうわ。旦那には捨てられるわ。本にお気の毒様じゃ。ずわあああああああ。はっ。はっ。はっ。何がおかしいねん。どないしたんじゃ。そんな髪の毛が欲しいんやったら毎晩でも取りにおいなあれ。その髪はな、髪を言う時に足すつけ毛かもじやわいな。嘘やと思うのやったらこれこの通り髪の毛は切ってないわ。ほ、なんじゃお前髪の毛切ってないのかい。これかもじかい。なんでそんなことすんねん。いや髪を下ろそうと思ったらお母ちゃんがこの頃星の絵の旦那は目がかすむ言うてなあったさかい、幽霊もきっと騙せるに違いないってこない言うて、ほんなんもうこのかもじでごまかしまよってこないになったんやわ。そんな髪の毛が欲しいんやったらまあ車ででも毎晩でも通りにおいなあれ。かあ腹の立つやつやなあ。旦那こんな女ですわ。そうか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 、ほんな割るとき割るとき、今のうちに備えて割るときな、お前らすぐにお縄になるわ。お縄になるってどういうこと。どういうこともクソがあるかい。旦那が昼間私やってあの20両な芝居の時に使う偽金じゃ、そんなもんもしもつけときにすぐにお縄になるぞ。もうあれ偽金か。お母ちゃんあれ偽金やったんやって。はよ返しなあれ。返しまよ返しまよ。こんなん持って関わり合いになったらイケメンさか。はよ返します。とっとくんなあれ。返してもらおう返してもらおう。旦那ええー、かいらしいもんだな。なんやかんや言うてもおらごのかいらしいとこがおばしゃないかいな。おい、もしもこれが偽金やったら旦那の方が先に捕まってしまうわ。この20両は正真正銘のこんなもん。まあお母ちゃん今のほんまもんやったんやて。あんせやと思ったさかいここに3枚取っといた。